ですガラッと人生が変わりました。現在いやものすごいいい点、もういい点しかなくてプロダクト全然ローンチもすらしてなかったんでちょっと早かったんですけど、そういった空間に自分が入れたこともすごい重要な始まりだったなっていうふうに思います。一度にね、1000人以上の方が名前を覚えていただいて、会社を覚えていただいて、サービスを覚えていただくと自己紹介がいらなくなったんですね。 IMS のローンチパッドで一緒に出たような同年代の起業家ともずっと交流も続いてて、 IBS で知り合った経営者の方にすごく助けていただいたので、もう本当に出てよかったなと思ってます。 IBS のローンチパッド自体スタートアップが初めて本当の意味で一致団結する瞬間だと思うんです。 IBS で勝谷さんからですねアドバイスを受けて、その言葉をそのまま、自分のハートで本当の思いを伝えるっていうところが最後すごく伝わるかどうかっていうところが大事かなというふうに思います。プレゼンがうまくいっても失敗しても印象に残ることが一番大事だと思うので、思いっきりプレゼンするのがいいと思います。会社が強烈なグロースをする、そういうトリガーになる時間だと思うので、皆さんの会社の全員で戦ってほしいなと。物理的な空間と同じようなコミュニケーションツールが欲しい。だからテクノロジーで愛されるプロダクトを増やして25年にフロントエンド開発を自動化する。強くていい会社、強い会社を作るんですよ。金の儲けっていうのをゴールにしちゃうと悪いこと誰でもできちゃうんですよね。壮大なボケに対してツッコミだと思ってるしね。なんで誰もこれをやってこなかったんだろう。今まで分からなかった答えを導き出す。飲食店の簡単に潰れないような世界を作りたいと思って、健全なことに時間使いたいなと。 IoT でゲームチェンジを起こしたい。ペーパーレスはみんな舐めてますよ。安心安全の保証なんですよ。恩返しをするのは僕しかいない。マーチャルスペースオフィスは発売の人にも簡単な会話、いわば分厚的なコミュニケーションにも対応できる、まるで現実世界のようなコミュニケーションサービスを提供しています。でもご覧ください。皆さんこんにちは、始まりましたローンチパッド SaaS。 皆さん IBS というのは聞いたことがあるとは思うんですけれども、今回はですねローンチパッド単体でのイベント、ローンチパッド SaaS となっております。こちらはですね、ローンチパッド X というのにですね、これからテーマ性のあるローンチパッド単体のイベントを、IBS 年2回の IBS に加えてですね、プラス年2回、開催していきたいと思っております。ここから今回流行る第1回目はですね、ローンチパッド SaaS となっております。今日は、多くの企業の中から選ばれた14社が、集まってこの後ピッチを、繰り広げます。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、それでは、本日一緒に司会を務めます、田中明夫さんを紹介させてください。明夫さん聞こえてますでしょうか。はい、聞こえてます。皆さんこんにちは、インフィニティベンチャーズの田中です。今回は、会場にいる方も、それからオンラインにいる方も両方楽しめるハイブリッド型の、新しいイベントにチャレンジしてるんですが、ローンチパッドもですねついに今年進化しまして、今まで通り IBS と一緒にやる2回にプラス年にさらに2回、年4回体制で、やっていこうと思うんですが、そのプラス2回の部分は今回のようにですね、新しいコンセプト、ランチパッド×何かという形で、チャレンジしていきたいと思います。そしてその輝くべき第1弾が SaaS なのですが、今回は特にですねまた今までと違う楽しみ方を用意しています。でその最大限に今日のイベントを楽しむ方法を、都市の方からじゃあ皆さんに伝えてあげてください。はい、ありがとうございます。まずですね、このイベントの特徴は、ネットワーキングになります。他にも多くの、ネットワーク、オンラインのイベント非常に多いとは思うんですけれども、この IBS はですねもともとあったオフラインのカンファレンス、オフラインの IBS の良さ、ネットワーキングだと思っております。そこでオンラインでも、オフラインでも、そのようなネットワーキングができるような、種がいっぱい、ネタがいっぱい詰まってます。それはですね、オンラインにぜひ入ってみてほしいんですけれども、オンライン上で、まさにこのバーチャルなイベント空間、みんなでローンチパッドを見ているような、
パブリックビューイングみたいな、まあ、そういった世界観の、イベントになっております。これ今、ネットで見ている方はぜひ、アクセスしてみてください。あとはですね、このローンチパッドサースに関する情報はすべてこの招待されている方限定の、スラックの方にアップさせていただいておりますので、ぜひチェックしてください。はい、あとはですね、すみません、大事なこと忘れてました。参加者の皆さん、今までですね、まあ、審査員の方が、ピッチの方を審査していたと思うんですけれども、まあ、参加者の方もこれはどうなんだとか、まあ、自分も、こう思う、思うとかいろいろあったと思うんですけれども、それからなんと審査員だけでなく参加者の方も、投票に参加することができます。そちらの、フォームがスラックの方に上がってますので、これを見ている招待された参加者の方はそちらのフォームから、最も良、かったと思う、一社を、選んでいただければと思います。はい、以上が、まあ、本日、ローンチパッド SaaS の楽しみ方となっております。それでは秋尾さんの方から、そもそもローンチパッドってなんやねんっていう、声が聞こえると思うので、そちらの説明いただけますでしょうか。はい、ローンチパッドはですね、もう、日本国内で10年以上続けている、まあ、いわばスタートアップの登竜門のようなイベントなんですが、簡単に言いますと6分間の、プレゼンバトルです。で、まあ、もともとこのコンセプトは、まあ、エレベーターピッチというところから来てるんですが、まあ、いかに短い時間で自分たちの作った新しいサービスやプロダクトを伝えるかと、6分間で伝えるきる、その6分間の時間の中だけでの真剣勝負です。で、他のイベントとは違いまして6分間後の Q&A もありません。なので6分間のそのプレゼントの中でのクオリティを皆さんに競っていただき、でその結果を審査員の皆さんに決めていただくと、そういうイベントであります。でですね、この6分間というのは本当に厳守していただく6分間なので、6分経つとですね、強制終了されます。そして今回その強制終了される時の音を皆さんにお聞きいただければと思います。こんな音が出ます。ちょっとボリュームが低かったですが、こんな感じのアラーム音とともに、プレゼンが強制終了されてしまうので、今回14組のチャレンジャーの皆さん、ぜひ時間厳守で終わるように頑張ってください。はい、続きまして、ランチパッドはですね、まあ、この10年以上続いている、やっぱり伝統の中で、プレゼンターのクオリティとともにもう一つ我々が重視している部分がありまして、それが、プレゼンターと同じくらいクオリティの高いスポンサーの皆さん、そしてそのスポンサーの皆さんだけじゃなくて審査員の皆さんも非常に豪華な、メンツを用意させていただくというところなんですが、今回もですね、今まで以上に豪華な、メンバーを、集めてますので、まずスポンサーの皆さんの紹介から始めたいと思います。最初にですね、すいません、順番が間違ってます。最初に、審査員の皆さんから始めたいと思います。はい、もうアンニさんスタンバってきていただきました。ありがとうございます。じゃあトップランナーは、アンニのアンニさん、こんにちは。応援メッセージお願いします。はい、今回ローンチパッド SaaS ということで、まあ、今日、プレイド、まあ、昨日の上場で今日発熱するとかもありますけれど、まあ、要は SaaS ブームと言われますけど、ぜひですね、今日登壇の皆さんは、まあ、ブームで終わらないような5年10年経営のコアになるような、サービスをご提供されていると思うので、とても期待して、応援したいと思います。今日よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きましてですね、まあ、SaaS といえばもうアメリカでは SaaS の IPO ブームがかなり来てます。そして日本でもですね、その兆しが最近出てきまして、まあ、その真っ只中にいる、大和証券の丸尾さんから熱い言葉をいただければと思います。どうも、今日は半沢直樹を言いませんので、大和証券丸尾でございます。私も去年から言ってます立場からですね、残念ながら日本はアメリカに遅れること5年10年、B2B SaaS が大きいものが出てきませんでしたけれども、まあ、昨年私は元年と B2B SaaS の元年ということでずっと申し上げてます。まあ、サンさんとか隣に竹地さんお見えですけども、ちょうどフリーの上場から1年ですね、なんと株価は4倍になってます。そういう意味ではこれからまだまだスタートしたところだと、日本においてはですね、投資家が、世界の投資家が寄ってきます。そういう意味では皆様 SaaS の今日 IVS からですね、デビューを飾られてですね、ぜひ、上場を目指してね、やっていただきたいと思います。コロナ禍からですね、ユニコーンを超えるような、
大きな IPO を大和証券が引き受けることを私も願っております。また言ってしまいました、はい、ありがとうございます。そして今丸尾さんのコメントでもありました、フリーのじゃ竹地さん、続きましてよろしくお願いします。はい、フリー株式会社の竹地と申します。よろしくお願いします。フリーは先ほどご紹介いただきましたけれども、2012年創業している、クラウド会計の SaaS ビジネスをやっています。日本における SaaS 企業の走りの一社だと思います。で、そんなフリーなんですけれども、経営する上ですごく大事にしているのは、顧客に本質的な価値を届けるというマジ価値というところですね。今日は登壇者の皆さんが、すごいマジ価値な話をたくさんしてくれると思いますので楽しみにしています。頑張ってください。はい、マジ価値期待してます。続きまして、 SaaS といえばこの人です。オールスター SaaS ファンドの前田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかそう言われるのすごく嬉しいですね。SaaS100 年続くと思ってるんで、この中から一流の SaaS 企業生まれることを期待してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、同じく SaaS 系で今年株価も非常に伸びて絶好調の弁護士 .com 内田さん、よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。弊社もですね、2015年のローンチパッドで、クラウドサイン出させていただきまして、早5年というところでございます。で、まだまだ僕らもですね、 SaaS の世界で大きく成長したいというふうに思っているところですので、今日は皆さんと一緒にですね、世界を大きく変えていける SaaS の新しい世界、僕も一緒に勉強させてもらいたいなと思ってますし、一緒に何かビジネス組める世界きっとあるんじゃないかなと思ってますので、皆さんの活躍ぜひ期待します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして続きまして、ローンチパッドの、名物審査員とも化しています千葉さん、今日はドローンファンドという肩書きでよろしいんですね。ドローンファンドという名前で今日は千葉さん来ております。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、はい、千葉幸太郎です。千葉道場ファンドとしても見ております。幅広く僕多分相当長くこの審査員やってますが、最も多分審査員をやってて投資をしてる件数が多いのが多分 IVP ローンチパッドだと思っていて、それも間違いないです。楽しみです。来週上場するウェルスナビですね、もローンチパッドの当時第6位かなんかだったと思うんですけど、プレゼンを見て感動して投資をしました。今日も楽しみです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きましては、グノシーの木村さん、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。木村です。アメリカの SaaS の躍進を見てると、日本だとまだまだ全然足りないし、大きくなっていく企業もこれから出ていくのかなと思ってますので、今日の、皆さんの発表を期待しております。よろしくお願いします。ありがとうございます。同じくですね、起業家、代表しましてもう一名、本田さん、フリーカウトの本田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フリーカート本田です。IPO の市場なんかこれからなんでしょうけど、結構スタートアップなんか割とだいぶ SaaS を見かけてるぐらいだったりはしてるんで、こういった、なんでこうなんだろう、ユニークな新しい SaaS みたいなの見たいなと思っておりますので、楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、今度は、また BC 系に移りまして、グロービスの高宮さん、こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。今日はですね、SaaS ブームなんていう言葉もありましたが、要は SaaS って多分その提供形態の話で、デジタルを使ってあらゆる産業を変革していこうって、まさに今の世界的なテーマだし、日本にとってもっと必要な話だと思うので、必ずこれは一過性のブームに終わらずに長期的なテーマになると思ってるんで、めちゃくちゃ楽しみにしてます。ありがとうございます。続きまして、過去にローンチパッドの登壇経験もある、スマート HR の宮田さん、こんにちは。こんにちは、スマートHRの宮田です。今日他に審査員をしている前田博さんのオールスターサースファンドの出資先でもあり、あと千葉幸太郎さんの出資先でもあるんですけど、僕もそういえばIBS 登壇中に千葉さんからメッセージがたくさん来てて、終わった後登壇出資の話だったのを思い出しました。で、僕が出てた3年4年前かなは、SaaS は地味で優勝絶対無理とかってよく言われてたんですけど、今だとこういう会が開けられるようになったのは、すごく嬉しいことだなと思ってます。頑張ってください。ありがとうございます。続きまして、YJ キャピタルの堀さん、こんにちは。サンタクロース
ですけど、どうもこんにちは。よろしくお願いします。もうファンタはどんどん今日は投資ということで現金を配っちゃう立場ですか、はい、あの登壇者の皆さんからクリスマスプレゼントをもらいたいと思っておきました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして、最後は、締めはじゃあ中さん、ウォンテッドリーの中さんにお願いしたいと思います。こんにちは。あ、中さんは、あ、もしもし、OK です。あ、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。映像もバッチリですよ。あの携帯でも構わないので、ぜひ皆さんにお顔を見せていただければと思います。あ、見えてますか。今日はよろしくお願いします。はい、あ、もしもし、もしもし、大丈夫です。あ、すいません。ローンチパッドでは、すみません、今日ちょっといろいろ事情が外から載ってるんですけども、ローンチパッドではいつもあのすごい魅力的な企業の方々の話が聞けて、今回もいろんな新しいスタートアップの話が聞けることを楽しみにしています。よろしくお願いします。します。はい。それでは、今度はですね、続きまして、審査員の皆さんの紹介に続きまして、今回の、ローンチパッドのスポンサーの皆さんのご紹介をさせていただければと思います。まず最初は、サイバーエースの西島さん、お願いいたします。こんにちは。こんにちは。これはプレゼンしても、プレゼンですかね。はい、今出るのではないかと思います。しばしお待ちを。出ました。はい、皆様こんにちは。サイバーエースのグループサイバーエース代表の西島と申します。私はのサイバーグループで、広告代理店事業に12年間従事しております。本日はですね、広告クリエイティブの広告改善システムの極み予測 AI のご紹介をさせていただきます。次お願いします。まずあの我々サイバーエースはですね、サイバーエージェントグループの広告サービスをスタートアップ企業向けに提供している会社でございます。というかの予算の大小問わずですね、お受けしてますので、予算が少額でも柔軟に対応させていただきます。で、我々あの2年半前にできた、子会社ではありますが、サイバーエージェントグループとして、各媒体とのセッションに関しては、まあ、週次でミーティングをしたりだとか、新しい情報であったり、ベータ版のプロダクトに関しても、お客様にご提供できますので、サイバーエージェントグループとして、媒体とは向き合ってますので、ここはご安心ください。今回お話しさせていただきます、極み、予測 AI の話なんですけども、シンプルにあのクリエイティブの、効果予測ができるソリューションでございます。左側の、大きく2つあるんですが、左側の極み予測 TD に関しては、対象がリスティング広告のテキストの効果予測、右側の極み予測 AI に関してはディスプレイであったり SNS 広告の、効果予測を行えるツールでございます。実際ですね、クリエイティブの今のウェブ代理店の提案だと結構量を作る結果が多いんですが、我々はそこから質に転化してまして、大量のクリエイティブを作るというよりかは効果予測をして良質なクリエイティブを入れてですね、効果改善のスピードの検証の時間軸を短くし、効果軽減のリスクを払拭しています。実際ですね、ここにある従来の制作フローでいきますと、デザイナーが実際にクリエイティブを作ったときに高い効果が出る確率っていうのが左側、赤側の、 極み予測を使ったときに、出る効果予測の数字が右側になってますので、まあ、人が作るよりも、AI をかませて制作した方が効果が出せるという実績も出てますので、ぜひよろしくお願いします。で、今回ですね、プレゼンテーション、ピッチの優勝者の方に特典もご用意してまして、優勝者の方には極み予測 AI を半年間無償で提供させていただきます。2位から5位の方には3ヶ月、それ以外の方には IBS を見たと、連絡いただきましたら初月無償でご提供させていただきます。はい、ありがとうございました。はい、続きまして、ケップルですね、株主総会クラウドの、提供してますケップルの岡本さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。株式会社ケップルの、岡本と申します。私から株主総会クラウド、登壇企業様にご提供させていただく株主総会クラウドについてご説明させていただければと思います。はい、株主総会クラウドはスタートアップの株主総会の招集通知発送委任状回収をクラウドで実現するサービスとなっております。
スタートアップのための株主総会電子化ツールです。でスタートアップの株主総会はスタートアップは基本的には株主がどんどん増えていくビジネスモデルとなっていると思いますので、株主総会の招集通知の発送回収、委任状の、作成等がですね、かなり大変だったり、または過去の履歴を紛失してしまったりとか、そういったケースが多くあるかなというふうに思ってます。でそれらをですね、全てクラウドで実現するサービスとしてプロダクトを作ってます。株主総会クラウドはスタートアップの招集通知送付を委任状送信がこの中でできるっていうのと、株主側もですね、議決権行使がこのクラウド上の中で実施することができます。でそれらを回収して過去の履歴管理として全てクラウドで管理ができます。で今ですね、こういったサポーターの方々に今支援いただいておりまして、彼らの支援先はですね、初回利用特別価格で利用いただけるような形で提供させていただいております。で今回ご登壇いただいた企業様にはですね、株主総会クラウド特別価格で提供させていただきますので、ぜひともよろしくお願いできればと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして大和証券の金子さん、こんにちは。はい、こんにちは。どうも、大和証券の金子でございます。現場の丸野さん、今日はよろしくお願いします。大和証券はですね、2014年から、IBS の方をサポートさせてもらってるんですけれども、IBS ローンチパッドはですね、2007年の初回開催から、これまで5000社以上がエントリーされたと聞いてます。13年の歴史の中で数多くの有名企業家、彼を輩出してきておりまして、今回の審査員のフリークアウトの本田社長、それからウォンテッドリーの中社長、過去登壇されて IP を渡されました。また今年はですね、昨日プレートさんが上場して、来週には当社が主幹事を務めておりますウェルスナビさんが IP 予定となっております。今回はですね、SaaS 特集ということなんですけれども、コロナ禍の今、リモートワークでも必須となっているこの SaaS プロダクトなど、そのサービスを提供する企業というのは、東京マザーズの時価総額の上位を見てもですね、その存在感を大きく示しています。株式市場はあくまで企業の成長を正当に評価して、チャレンジャーは常にウェルカムという姿勢を保っております。大和証券としてもですね、主幹事、証券会社として、皆さんの資金調達、それから事業提携など今後のですね、事業展開のサポートをさせていただきたいというふうに思っています。ぜひ一緒に IP を目指していきましょう。で今回の商品なんですけれども、優勝企業様へはですね、大和証券が幹事を務めておりますオリエンタルランドさんにお願いして、ディズニーランドのスペシャルディナー付き招待券というのを、昨年まで用意してたんですけども、いけねえじゃねえかということなんで、今年はですね、同じく当社が IPO から主幹事を務めております、楽天さん、楽天さんのですね、ギフトカード、これを10万円分を想定したいというふうに思っています。加えて1位から3位を獲得される企業様へはですね、大和証券が2013年より開催しております注目ベンチャー企業とそれから上場会社のマッチングイベント、このダイバイノベーションネットワーク DIN へのですね、優先登壇券というのを贈呈したいと思ってます。それでは皆様のプレゼンテーションを期待しております。よろしくお願いします。金子さん、ありがとうございました。続きまして、柴島の結城さん、お願いいたします。こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。柴島の結城でございます。柴島は創業経営者と政官学を縦につなげる経営者コミュニティです。官僚や政治家の方を招いての勉強会やメンバーが集まった経営課題の議論、あとはですね、懇親会を開いてメンバーの交流を促すようなイベントも開催しております。今回のローンチパッド優勝者の方には、しばしばのメンバーの会員券とコワーキングスペース固定席4席分約300万円相当を贈呈いたします。しばしばのオフィスはですね、おなり門にあるんですけども、メディア広報採用で使っていただきやすい非常におしゃれなオフィスになっております。ぜひ皆さんとビジネスを盛り上げていきたいので、いい方がいたらお声掛けください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、続きまして、ウォンテッドリーの、椿原さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。オンテッドリーの椿原と申します。はい。ですね、弊社なんですけれども、オンテッドリー株式会社と申しまして、先ほど審査員として中の紹介がありましたが、まあ、中がですね、2010年に創業したという会社です。で、その後、採用サービスのオンテッドリーですとか、あとは、つながり管理アプリのオンテッドリーピープル、直近だとエンゲージメントサービスの運営を行っておりますという状況です。で、本日、主にですね、採用のサービスの話ができればなと思うんですが、オンテッドリーですね、まあ、その会社のページ作成ですとか、会社ブログの作成で、こう認知度を向上すると。いうふうなことができたりとか、あと通常のエントリー、スカウトでの採用ができると。で特に成果報酬を弊社は取ってなくてですね、0円でやってます。で、サブスクリプション型で非常に安価で提供させていただいていると。で、今年ですね、計算しまって271万人の個人のユーザーの方々にご利用いただいてまして、企業様 3.6 万社様にご利用いただいてます。で、特に若手の方々、20代、30代の方々がほとんどですね、ご利用いただいてまして、特にエンジニアの方々、一番多くご利用いただいているサービスというふうになってます。実はですね、J スタートアップ企業様、今年ですね、調べたんですけれども、そのうちの 78% の企業様、2020年にマザーズに新規上場された、まあ、情報通信の企業様ですね、まあ、先日のプレイドさんもそうですけれども、オンテッドリーをご利用いただいているというところで、まあ、広くベンチャー、スタートアップの企業様にご利用いただいています。で今回、弊社からの特典としては、オンテッドリーですね、100万円分のご利用券ということで、プレゼントさせていただきますということになります。はい。では、よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして AWS の畑さん、よろしくお願いします。こんにちは、はい、こんにちは、 AWS 畑です。ローンチパッド初めて参加したのが7年前の12月でして、数えたら15回目で、やっぱり12月といえば IVS みたいな、こう冬が来たら IVS みたいな、なんかそんなイメージでこう自分の中で風物詩ですね。でも田中さん、ね、去年思い返したらタイバンコクで、去年は、はい、あったかいところでやってましたねそうですね、あれあれでカオスでよかったんですけど、ただ今回のローンチパッドサースということで、まあ、リアルとオンラインのハイブリッドで、まあ、常に進化していて、本当に素晴らしいなと思います。で、AWS から商品ですね、リアルでも、まあ、オンラインでもですね、変わらずに商品変わらずの本当に叶うウィッシュリストということで、まあ、Amazon で欲しいものをウィッシュリストとして選んでいただくという定番の商品となります。で、前回優勝のアダコテックさんはですね、検査検品の実験に使うための高性能カメラとか照明とかですね、大量の技術書とか、あとなんか自作オーディオのアンプスピーカーなんかもですね、選んでいただいて、非常にご満足いただけたかと思います。まあ、今回の優勝者の方も、会社のカラーが出た商品を選んでいただけると思いますので、楽しみにしてます。頑張ってください。はい、ありがとうございました。そして最後ですが、IBM の、マジユースケ、マジスケこと、はい、マジさん、こんにちは。あれ、和田さんに変更ですか？はい、リギングループの和田と申します。はい、はい、リギングループはですね、 IT、かけるマーケティングに特化した営業の、支援会社として立ち上げました。今13期目の会社です。今グループが13社おりまして、今ちょっと先ほど田中さんにもお話しいただいた、ですね、IVM というのが13社目に、IVS とジョイントベンチャーをしまして、マッチングプラットフォーム IV マッチというサービスを提供する会社を、設立しました。今回、商品特典としてその、グループ13社の、うちの1社のですね、アニマロジー、私が代表しておりますアニマロジーから、ご紹介させていただきたいと思います。営業の課題を、人の個性にフォーカスして、解決を導き出す IT クラウドツール、営業マン特化型ヒューマントリセツクラウドというサービスを提供しております。こちら、人事と営業のですね、課題を解決するという形なんですが、特徴的でして、生年月日をもとにですね、その人の個性を導き出して、相性のマッチングですとか、その人に、なんて、トークをすれば、クロージングできるか、まあ、そういったところを、サービス提供している、内容になっています。実際に、アウトバンドのコールセンターでこれを導入した翌月にですね、177%、アップしたという実績がございます。今回商品特典として、優勝者に100万円分のですね、個性診断カルテと、コーチングセミナー、こちらを、ご提供したいと思います。こちらですね、2018年の、IBS のローンチパッド台北大会でこちらで登壇したので、ちょっとこういう形で、本日登壇させていただきました。よろしくお願いします。はい、和田さん、ありがとうございました。
これで、全ての審査員の皆さんとそしてスポンサーの皆さんの、紹介が終わりとなります。いよいよですねこの後、ローンチパッド、本編に、入りたいと思います。会場での準備の方はいかがでしょうか。オンライン会場、今回トップランナーはですね荒木さんなんですが、ちょっとだけ背景説明しますと、今回ローンチパッド SaaS という中でですね、もちろん SaaS 系の会社がたくさん、チャレンジしていただいているんですが、その中でもやはり、コロナというテーマの中、やはり、リモートワークであったりとか、あるいはポストコロナの、技術的なニーズですね、セキュリティであったりとか遠隔管理であったりとかですね、やはり今年の、人類最大のチャレンジであるコロナという中で出てきた新しいアイデアが豊富にこの SaaS というテーマと絡んでます。そういった中で、たくさんの、時代に適した、プレゼンターが集まってるんですが、もうその第1弾がですね、コロナといって今年多分一番日本で、あまり IT に詳しくない人でも覚えたテレワークという言葉、そのテレワークのためのワークシェアリングスペース、テレスペのサービスを提供する荒木さんから説明をお願いしたいと思います。荒木さん、準備はいかがでしょうか。はい、完璧です。じゃあ完璧な荒木さん、ローンチパッドスタート。実験場として借りてるスペースで、こういうちょっと調理設備あるんですけど、 Uber Eats の専門店をゴーストレストランとして運営をしていたり、もともと私インターネットの会社を 12、3年ぐらいやった後に飲食の会社を3年ほどやってました。24時間のうち6時間しか営業してないのに家賃全部払わなきゃいけない。飲食店が簡単に潰れないような世界を作りたいと思って、今コロナ禍で一番困っているのは飲食店なので、店舗潰れるその瞬間の悲しさとか従業員の家族とかいろんなものを背負ってこれまでやってきました。なので我々も完全に優勝しか狙っていません。飲食店で本当に大変で難しいビジネスで、12店舗潰してるんですね、これまで。皆さんこんにちは、テレスペの荒木です。7秒で空席が分かるワークスペース版の Airbnb サービスを作っています。1、2、3、4、5、6、7、ストップ。この時点ですでに現在地近くの電源 Wi-Fi 付きスペースが空席が2席あることが分かりました。私たちが解決しようとしている課題は新しい働き方に対応したオフィスです。スマホに最適化された UX で解決していきます。早速デモをご覧ください。まず予約機能がありません。使いたいときに使います。立ち上がりは LINE のトーク履歴から立ち上げることができます。アプリを探す必要もありません。また検索機能もありません。現在地近くの空席だけが表示されます。あとは実際に施設に行って自分のスマートフォンでセルフチェックインを行います。店員さんのフローがありませんので、店舗からとても喜ばれているフローです。実際にチェックインをしています。料金を選んでチェックインボタンを押します。 LINE が自動返信されてきました。ここに Wi-Fi のパスワードやドリンクの案内、無人のスペースの場合鍵の番号などが表示されています。あとは ID カードを首から下げて働くだけです。カードの裏面には電話をしていいですよ、ドリンクがフリーですよというの案内も掲載されています。予約制のスペースではありませんので、1時間働いても6時間働いても自由に何時間でもいることができます。あとは帰りたくなったとき、チェックアウトボタンを店員さんの目の前で押しましょう。利用時間や利用料金表示されますので不正もありません。またお店から LINE が送られてきますので、そこには例えばチーズケーキが本当は美味しいお店なんですとか、8時から居酒屋が始まるので当日はビールが無料ですなどクーポンを出すこともできます。生産も終わっていますので領収書は送られてきます。法人料の場合請求書払いにも対応しています。こちらが店舗側の画面です。店舗側の一斉送信をするチェックイン時メッセージ、チェックアウトのメッセージ、席数や料金などを決めることができます。利用時間を曜日単位で設定することによって完全に自動の運営が可能です。これらの設備投資は一切無料、初期費用も無料で提供しています。7秒で空席を確認し、自分のスマートフォンでチェックイン、そして自分のスマートフォンでチェックアウト、たったこれだけで全てを自動化しています。ビジネスモデルです。店舗の業務を効率化する SaaS の側面と利用者をマッチングするマーケットプレイス、2つのモデルを組み合わせています。
手数料は現在 30% から 50% いただいています。スペース提供のホストとして最初は店舗の空席をターゲットにしました。例えばホテルの待合ロビーですとか電源カフェの空席、カラオケ店、バーの個室などが現在登録されています。彼らがテレスペに求めているものは収入だけではないんですね。本業の集客を求めています。そのためクーポン、認知、集客などの機能をつけています。最初からスマホに最適された設計によりメッセージを送った時の開封率、URL タップ率ともにメールに比べると 3.5 倍、6倍と大変高い数値を残しています。利用側のニーズは何でしょうか。例えば家の近くに欲しいというニーズがありました。あとは街中で3時間時間を潰したい、ビデオ会議をしたい、商談、契約、セールスをやりたい、これ法人の需要ですね。これも法人です。社内ミーティングをしたい。私たちが対応する市場は法人の経費市場です。昨年国内のフレキシブルオフィス市場は2000億円と言われておりましたが、今後10年で6兆円にまで拡大すると言われています。我々はまず 2%、 1200億円の市場を作っていきます。トラクションです。現在まだベータ版として店舗が 2,30 件しか載っていない状態ですが、両社すでに1400人を超えて登録されています。もちろんノアドです。現在ベータ版ですが1月に正式ローンチをすることになりました。カラオケの最大手企業、ファミレスの大手、居酒屋カフェなど大手企業が続々と参入してくれています。さらにこんなところで皆さんは働くようになります。例えばワーケーション、それから無人のテラス席を時間課金することもできます。ホテルの深夜の空室、席が余ってるオフィス、マンションの共用部の収益化、銀行の支店の2階の空きスペース、取り壊し予定ビル、我々はまず東京都から攻めていきます。そしてもちろんワーケーション、それから多拠点生活をする人に向けて地方にもスペースを作っていきます。もちろんグローバルも対応していきます。我々は C2C 市場に参入することでさらなるスケールが見込めると考えています。日本全国にある空き家を活用して、民泊の場合セキュリティ、法律などたくさんの壁がありますが、ワークスペースにする分に関しては現在すぐにワークスペースが作れます。あとは皆さんが出勤中の部屋などはどうでしょう。人を止めたりするのはちょっと抵抗がある方でも、実は机だけだったら貸してもいいんじゃないかと思う人もいるかもしれません。また世界中の Airbnb 用の席の日中、もしくは予約が入ってない日の在庫、このような眠っているリソースがたくさんあります。莫大な市場です。我々はスマホに最適された UX で新しいオフィスを作っています。7秒でワークスペースの空席が分かるオフィス市場の一部をリプレイスしていきます。現在コロナ禍で店舗がたくさん潰れています。私たちは店舗の空席とテレワーク用のスペース、2つの社会課題を同時に解決していきます。テレスペでした。ご清聴ありがとうございました。少しタイムオーバーになってしまいましたが、ありがとうございます。今コロナの一番最初のテーマ、テレワークというところに、フォーカスしたプレゼンを聞いていただいたんですが、テレワークというと実は2つ解決しなきゃいけない問題があると思います。1つは今の荒木さんのプレゼンにあったように、個人が働く場所ですね、リモートで物理的なスペース。でもう1つの課題というのは、じゃあそういう物理的にリモートから参加している人たちが集まる場所、今度はリアルじゃなくてバーチャルの方の空間なんですが、そのバーチャル側の問題を解決しようという新しいサービスが、今からジョンさんにプレゼンいただく、自由に動いて自由に話しかけられるバーチャル空間オフィスの説明です。ジョンさん、準備はいかがでしょうか。大丈夫です。それではローンチパッドスタート。学問の道に歩きたいと思ってたんですよね。本当に最初の最初は高校3年生、受験うまくいかなくて、一層起業してやろうと思って始めたのが最初の、今年の2月私はチュニジアにいたんですけれども、なんと外出禁止、国境封鎖、帰ってこれなくなったんですよね。急にリモートワークを始めることになってたら、なんかコミュニケーションうまくいかなくて、やっぱりコロナになってみんな急激に全部リモートになってしまったんですよね。コミュニケーション不足を一番の課題として挙げてるんですよね。物理的な空間と同じようなコミュニケーションツールが欲しい。
ってことで開発を始めました。オフラインのようなバーチャルスペース、オフィスのジョンです。現在、日本の 90% の企業さんはテレワークを実施しています。しかし、その 75% の企業さんはテレワークをしている際にコミュニケーション不足を一番課題として挙げています。このコミュニケーション問題に対し、バーチャルスペースオフィスは立ち話のような簡単な会話、いわば具圧的なコミュニケーションにも対応できる、まるで現実世界のようなコミュニケーションサービスを提供しています。早速デモをご覧ください。おはようございます。今日も頑張りましょう。オフィスには空間の概念があって、ユーザーは空間の中を自由に動き回ることができます。さらに距離に応じて音量が変化するので、聞き耳を立てるということもできます。上野さん、おはようございます。あ、多分おはようございます。入ってます。あ、距離かな。そうですね。おはようございます。あ、どうも。このような特徴により、現実世界のようなことがオフィス上でもできまして。東さん、家電の進捗どうですか。話したい人がいれば近づけて声をかけるだけです。そして座っているだけで、自分に用事がある人は声をかけてもらえます。じゃあその件は画面共有しますね。また距離の近い人たち同士では画面を見せ合ったり、顔を見せ合うことも右クリックで簡単にできます。もし周りに聞かれたくない話があれば、会議室に入るとプライベートな会話をすることもできます。ちなみにオフィスは独自の通信技術により、他社に比べて通信が安定していて、3G 環境のような弱いネット環境でも利用することができます。アクセスもとても簡単で、何もダウンロードしなくても URL にアクセスするだけで、どのデバイスからも利用を始めることができます。管理者機能もとても充実してまして、自分のスペースを自由にカスタマイズすることができます。例えば背景に説明や案内のためにテキストやビデオを埋め込むことができたり、スポンサーさんのためにサイネージを設置することもできます。背景も管理画面に入るといつでも簡単に変更することができます。オフィスが提供している数十種類のデフォルト背景から好きなものを選ぶことはもちろん、デザイナーさんに発注したり、自分でオリジナルの背景をアップロードして使うことも可能です。会議室も自由に設定できます。目的に合わせて会議室を自由に追加したり削除したり、もしくはサイズや場所を修正することもいつでも簡単にできます。出入りに関しても細かい設定ができまして、コワーキングスペースのようなパブリックなスペースでは名前だけで入場できるようにしたり、会社のようなプライベートなスペースでは現実世界のようにインターフォンを鳴らして中の人に案内されないと入場できないような設定もできます。またチケットを購入した人を事前にホワイトリストに登録したり、シンプルに入場パスワードだけをかけることもできます。さらには API で自社のアプリと連動して入場管理をすることもできます。このような特徴により、オフィスは主にテレワークのためのオフィスとして活用されていますが、発表会、展示会といったビジネスイベントとか、大学の講義室や研究室としても使われたり、学会でもよく使われています。そして先月、イベント向けの料金プランを公開してからは、カジュアルなイベントでの利用も増えていまして、例えばハロウィンパーティーとか、婚活、参加型演劇という新しいエンターテインメントもオフィス上で生まれています。このような拡張性のため、リリースわずかですが、業界や規模問わずオフィスやイベント会場などで幅広く使われています。ビジネスモデルとしては、私たちはスペースをレンタルしていまして、ユーザーはお試しで最初月数千円を払い、どんどんスペースを大きくしたり増やしていくことで月数十万円を払っている企業さんも実際いらっしゃいます。
そのおかげさまでオビスはリリースをわずか4ヶ月で MRR 300万円を突破する見込みです。アクティブユーザーは5000人を超えました。私たちはターゲットとしているのは従業員が10人以上のテレワークを実施している企業ですが、物理的な空間でやっているほとんどのことがオフィス上でもできることから、私たちがチャレンジしている市場はこれより大きいです。もちろんグローバルも前提としていまして、直近では韓国とアメリカからの申し込みも増え始めました。最後に一つだけアナウンスです。先月忘年会のプランをリリースして延べ500人にオフィス上で忘年会を楽しんでいただきました。しかし皆さん食事の手配が大変だったという声をいただいてまして、本日フードデリバリー事業を展開するスターフェスティバルさん様との提携し、スペースを借りるだけで食事もついてくる食事付きスペースプランを公開しました。コロナの第3波によって忘年会新年会どうするか迷っている方はぜひオフィスをご検討いただけると幸いです。ちなみに幹事様1名無料っていう特典もついてます。人と人のコミュニケーションを促進するオフィスです。ご清聴ありがとうございました。食事付き、忘年会プランバーチャルでできたというのはすごい画期的な発想ですね。はい、で続きましてですね、今度は、コロナで、まあ、リモートワークの話がすごい盛り上がっているのは皆さんご存知だと思うんですが、実はその後ろでもう一つ起きている面白い現象がありまして、まあ、アメリカでは例えばニューヨークはみんな人が離れていって、その逆に周りの郊外の不動産の物件が今興奮していると。日本でもリモートワークができるようになったために、まあ、例えばちょっと都心から離れた郊外の一戸建てを買いたいとか、そういう新しいマイホームのニーズが出てきていると思うんですが、まあ、そういったですね、まあ、個人にとってまあ大事な買い物、家の買い物、その家の管理をですね、まあ、不動産業界と個人を結ぶ新しい SaaS プラットフォーム、マイホームアプリノットの説明を野村さんにお願いしたいと思います。野村さん、準備はいかがでしょうか。はい、大丈夫です。それではローンチパッドスタート。24歳まで吉本興業で漫才師をやっていて、ベースはやっぱ芸人の時だなと思っていて、スタートアップというかベンチャー企業って社会で行われている壮大なボケに対するツッコミだと思ってるんですよね。それは多分任しといてくれと。何百件も本当に家作ってきて、自分の家を作ることになったんですけど、家の情報を管理するアプリはないんやと。それいるやろと。あとは誰が作るかだけなんで、それはまあ僕が作りたい。家を買う人はもっと幸せになっていいと思ってるんで、それを実現したいなと思います。はい、皆さんこんにちは。創生テクノロジーの野村と申します。マイホームアプリノットで生み出す新しい住宅体験と、まずですね、私がサービスを生み出したきっかけについてお話をしたいなと思うんですけれども、もともと私は2010年に奈良県で住宅工務店を作りまして、2年でエリアナンバーワンになりました。で、2014年に自分の家を作ることになったんですが、それまで何百軒もお客さんの家を作ってきたのに、自分がまあおせっさんというかオーナーになってたくさんのペインがあることっていうのに気づきました。で、まあ、今日主張されている方の中でも、ひょっとすると今まで家を建てたことがある、買ったことがあるっていう方ですと、今からの話かなり強く共感いただけるんじゃないかなと思います。住宅会社の中で、オーナーさんにとってのペインって大きくこの3つがありまして、1つ目が膨大な量の重要書類が全て紙で渡されると。まあ、あの契約書、取説、保証書、図面、議事録、も膨大な段ボール1箱ぐらいの量ですね、全部紙で渡されてデータじゃないので検索ができないっていう課題がありました。で、2つ目がですね、言った言わないのトラブルですね。まあ、電話、LINE、メール、対面、まあ、いろんなやり取りをですね、いろんな方法でやるんですけれども、もうとにかく、やり取りがうまくいかないと。で、まあ、図面がこんなふうにですね、もう膨大に溜まってくるんですけれども、これまた履歴の検索のしようがないということが起きています。で、3つ目が工務店内での情報連携が弱いというところがあります。で、これはもう営業さんに言ったのに設計さんに伝わってないとかですね、なんでそれ忘れてんのみたいなことがもういっぱい起きてきます。要は何千万もする買い物をしてるのに、オーナーさんはそのサービスの価値を受けれてないんですよね。で、そもそもなんですけれども、家を作るならこのアプリっていうのが世の中になかったんです。まあ、そういったところの背景がありました。で、じゃあビルダーさんの方は怠慢なのかっていうと、実はそうでもなくてですね、3つのペインが浮かびました。一つは2、30代の顧客のスマホニーズについていけないと。まあ、もうご想像の通り工務店というのはもうおっちゃんがやってますからね。で、2つ目、IT に対する苦手意識とか DX の遅れというのがあったり、3つは
人材や資金リソースの不足、有望な人材がなかなか来ない業界ですので、このようなところがありました。でビルダー業界の、業務フローについてちょっとご説明しますと、家を探そうかなと思ったオーナーさんはスーモとかホームズ、インスタ、フェイスブック等を使ってですね情報収集します。でさすがにビルダーもですね情報の発信はですねもうネットでやってます。なんで家を探すというフェーズはデジタルシフトが行われているんですけども、実際来店ですね、初回来店してから引き渡すまでっていうのがもうアナログとデジタルがもうごちゃごちゃになっています。オーナーさんであれば、来店してから対面、メール、電話、LINE、さまざまなやり取りをさせられたりとか、そもそも家の情報を管理するサービスがないと。で、ビルダーさんにおいては、顧客管理というのは Excel でやったりとか、ひどい会社の場合、まだ紙でやってます。で、施工管理のアプリだったりとか、顧客管理のアプリだったりとかいう形でやってまして、引き渡し以降になると、はがきで DM を送るとか、定期訪問するとか、またゴリゴリにアナログに戻ります。で、そこで私どものマイホームアプリノットっていうのは、ここの領域を一気通貫で、ビルダーさんとオーナーさんの接点をデジタル化できるサービスという形でやっております。はい、プロダクトについての説明なんですが、家のすべての情報をたった一つのアプリでという非常にシンプルなサービスになっております。で実際のサービスなんですが、まずこんなタイムラインで日々の工事の進捗を共有してワクワクしてもらったり、重要な、タスクだったりですね、トゥードゥーリストなんかを共有することで忘れないようにしたり、重要な契約書類ですねなんかを、こちらで保存閲覧することができると。で、最後に設備の取説みたいなものもですねスマートフォンで管理することができて、家の情報をここで一元管理できますと。でチャットについてはですね、もう日々膨大な量のチャットのやり取りを行います。でそのチャットの中で、イメージの共有、画像 PDF の双方向による共有だったりというのも当然できるようになっています。で、こちら今度はビルダーさんの方の業務としてはですね、住宅業界のための接客クラウド、簡単に言うとオーナーさんと接点を持ち続ける唯一のサービスになっています。でビルダーさんはですね、ダッシュボードのページに入っていただきますと、お客様ごとにいろんなアラートが出てますので、アラートに基づいてですねこんなアクションを取らなきゃみたいな形で進めていただきます。で、顧客画面の方に入るとチャットのところがありまして、そこからチャットに入っていただくとスマホ同様 PC からもチャットをしていただくっていうことができたりします。またお客様のお名前をクリックするとそのまま接客記録を残すみたいなことができたりもしております。はい、で追客リストっていうところはお客さんが来られてからですね、こんな形でお客様のデータをドラッグ&ドロップで各フェーズごとに管理をし、営業管理を簡単にできるっていうような機能があったりします。はい、価格設定はですね、メインターゲットである全国10万社の中小の工務店がターゲットになりますんで、イニシャルコスト0円、基本プラン月額1万8000円からでご利用いただけまして、DX をさらに強く推進したいという企業さんなんかですと、上位プランなんかも好評です。で現在全国で約800社以上導入いただいておりまして、毎月そうですね 20、30社ずつぐらい増えているようなイメージになります。累計導入者数もどんどん増えている、そんなイメージですね。はい、ビジネスモデルとしては、まず SaaS として、ビルダーさんがノットを使ってどんどん、家づくりをやってくれます。それでマイホームアプリノットのユーザーが増えます。一方で関連サービスのマッチングビジネスでもマイホームアプリノットのユーザーが増え、その層はである住宅 ID がどんどん増えていき、それに伴って関連サービスのマッチングプラットフォームになっていく、そのような全体構造のサービスになっておりまして、収益構造は SaaS の収益、それからマッチングビジネスの収益、そんな2つの収益構造になっております。日本全国のですね、家を作る方が家のすべての情報をたった一つのアプリで管理できると、そんな未来を作りたい、マイホームアプリノットでございます。ご清聴ありがとうございました。はい、野村さんありがとうございました。今回の野村さんのアプリ、実際に家を買ってそれを管理する、作って管理する、その、箱の方の話を聞いたんですが、今回ですね、実際に今度そういう家とかスペースを買った後の今度中身の話にテーマを移したいと思います。実際に、家を買ってもその空白の、家にはなかなか住めないので、そこにやはりインテリアコーディネートという需要が出てくると思うんですが、そのですね、インテリアコーディネーターの世界をですね、テクノロジーで革命をもたらしたいという思いで作られました日本初のコーディネート用 SaaS、ムールの説明を株式会社アスキャストの高田さんからお願いしたいと思います。準備はよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。それではローンチパスタート。見たビルの高さのプラマイ10メートル範囲で当てるっていう謎の特技があります。
散歩している時に見つけた物件を調べるみたいなことを、まあ、よくやってるんですけど、内装好きなんだなっていうのを気づいて、で最終的に今の事業みたいな形につながっているのかなと。商品を選ぶ段階とかで100社ぐらいのメーカーにカタログくださいって言ってかなりバカバカしいな最初は思って、ヒカリエが180でストリームが138とか、皆さんこんにちは。インテリアコーディネーター設計事務所のコーディネート業務を効率化するツールアムールのご紹介です。我々は今まで200件以上のインテリアコーディネートを行ってきました。インテリアコーディネートはオフィスや飲食、商業施設、モデルハウスやホテル、住宅など多岐にわたっています。1案件あたり30万円から大きいもので1億円のインテリアを発注しています。それではコーディネートの業務フローについてご説明します。まずはお客様がどのような内装にしたいかヒアリングします。 LINE やメール、Zoom や対面でヒアリングを行っています。ただこれ価格や納期、デザインなど仕様を決めるのが大変難しく、やり取りが非常に多くなりコミュニケーションコストが高いです。今度は要望をもとに商品を探していきます。100冊以上ある紙のカタログから商品を探しています。非常にアナログです。商品が決まったら今度は各メーカーごとにその商品の在庫あるのか、配送料はいくらなのかを確認するために見積書を作成して営業マンに送っています。そして最後に提案資料を作成します。大量の商品情報を Excel に入力していき商品リストを作成します。また商品の配置図をパワーポイントで作成するのですが数時間もかかってしまいます。このようにインテリアコーディネートは企画や提案以外の業務に非常に時間を使ってしまっているんです。そこでアムールです。でもご覧ください。まずはヒアリングの依頼です。今までヒアリングは非常に非効率なやり方でした。アムールはユニーク URL を発行しお客様に送るだけです。お客様はPC やスマホで簡単にヒアリングを受けることができます。インテリアの配置状況やインテリアにいくら使えるのかなどの予算、そして好みのお部屋の雰囲気、内装の雰囲気などを細かいところまでヒアリングできます。およそコーディネートに必要な情報の8割以上をヒアリングすることができます。ヒアリングされた情報は画面で確認することができます。一括でヒアリング情報を確認できるとね、できるのでプランニングが非常にしやすくなります。お部屋の情報や今使っていてこれからも使いたい家具など細かいところまでヒアリングできます。続いて要望をもとに商品を探していきます。今まで100冊以上ある紙のカタログから選んでいましたが、アムールなら2万点以上の商品からブランド横断で探せます。見積もりしたい際は見積もりしたい商品を選択します。見積もりボタンをクリックし、あとは配送情報を入力するだけです。たったこれだけで、今まで見積もりで1時間以上かかっていた業務が1分で完了します。そして提案資料の作成です。これまで大量の商品情報を Excel に入力していきました。アムールなら気になった商品を追加していき、提案したい商品を選択。これだけです。書斎やリビングなどスペースごとに分けることもできます。そして PDF や Excel で保存をするだけです。たったこれだけでこのように非常にきれいなフォーマットでワンクリックで資料を作成することができます。また配置図面の作成も簡単です。そしてクライアントからのコーディネートのフィードバックも整理された状態で受けることができます。トラクションです。アルファ版公開3ヶ月でまだプロダクトの磨き込み中ですが1000万円の見積もり依頼額を突破しました。今までコーディネートは1案件30時間以上かかっていましたが、アムールを利用することによって約10時間、なんと
3分の1に効率化することができました。月間4件しかさばけなかったコーディネートが月間12件、これは売上アップ、そして企業であれば人件費の削減につながります。また浮いた時間を使ってより最適な商品を探したり 3D パースの作成時間に当てたり提案力を大幅にアップさせることもできます。ビジネスモデルです。一つはアムールで発注いただいた際の販売売上です。受注後に仕入れを行っているので無在庫のモデルです。またユーザーは他社同様の卸価格で購入することができます。そして月額利用料として1ユーザーあたり3000円から1万5000円をいただきます。市場規模です。インテリア市場全体 2.5 兆円あります。このうちコーディネートを通して購入される市場約8000億円、我々はそこの流通を取りに行きます。戦略です。コーディネートツールの業界スタンダードになり得るアムールが広がることによってアムール内で商品の発注が行われるようになります。ツールが広がることによってインテリア市場の流通を効率的に獲得することができます。我々はオフィスや店舗、飲食、商業施設、ホテル、住宅などインテリアを購入しているエンド顧客をすでに囲っているコーディネーターや設計事務所にアプローチします。彼らは年間で500万円から大きいところで10億円のインテリアを仕入れて発注しています。我々はそこの仕入れ元になります。設計事務所やコーディネーターは全国で23万人おります。たったその23万人がコーディネートを動かしています。我々は800億円の流通売上を、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今もですね、最初の、今回4つのプレゼンは、まあ、空間と人間が関わるようなテーマの、まあ、SaaS 系の会社を見てきたんですが、もう一つで、まあ、コロナの中で浮き彫りになってきた、まあ、大きなテーマとしてはその IoT ですね。 IoT はやはりいろんなデバイスとかセンサーがいろんな空間になる中、それをどうやってリモートで管理して、そして、最終的にエンドユーザーである人間が利用するのか、そういった IoT の、アプリケーションの SaaS を進化させた新しいサービスコネクトプラスについて、酒井さんからプレゼンいただきたいと思います。準備の方はよろしいでしょうか。はい、こんにちは、大丈夫です。それではロンチパスタート。価値創造する人でいっぱいなってほしいなと思ってるんですよ。子供の時からとにかく何でも自分で作れるものは作るっていう好きだった。幼稚園の時に粘土細工でレッサーパンダを作ってそれを褒められたのがなんかきっかけな気がしますね。クリエイティブとかデザイン、エンジニアリング含めてそれに挑戦しているとすごく尊敬している。価値創造していること自体が尊敬されるようなそんな世界になっていく。 IoT でゲームチェンジを起こしたいと思っています。はい、コネクトプラスの酒井です。 IoT 活用の最後の一歩を埋めるクラウド型データ可視化サービスコネクトプラスをお話しします。 IoT、 このキーワード本当に多くの方が、ご存知になりました。しかしその浸透具合とは裏腹に開発の実態やそのリスクはまだまだ知られていません。 IoT は様々な技術で構成されています。開発の長期化や高コスト体質になってしまいます。検証でストップしてなかなかサービス開発を進められません。 IoT 開発にはセンサー、ネットワーク、クラウド、アプリケーションと本当に幅広い技術領域が求められます。このことがサービス開発の難易度を非常に高めている要因になっています。特にアプリケーション開発は後手に回ってしまっています。コスト、スキル、経験、まあ、いろんな要因があるんですけれども、 IoT の魅力を訴求するためのリソースをなかなかかけられていません。コネクトプラスはこのような IoT におけるアプリケーションの課題を解決するサービスを SaaS で提供しています。特徴はノーコードで IoT データやデバイスと連携できるアプリケーション開発がすぐにできることです。デモをご覧ください。ダッシュボード内にさまざまなページ作成できます。ではページ上を早速カスタマイズしていきたいと思います。メニューの中からウィジェットを選択し、ドラッグ&ドロップで配置し、表示したいデータを選択するだけです。またデータ種別に応じたアイコンを設定したり、単位の設定といった細かな表示の設定も柔軟にカスタマイズすることが可能です。これだけで IoT アプリケーションを作成できます。
この他にも様々なグラフや地図と連動したウィジェット作成もすぐにできます。コネクトプラスを使えばアイコンとデータを組み合わせたり、特定の条件時に表示を変更するといった機能でデータを分かりやすく伝えられます。この他にも画像とデータを組み合わせたり、様々なウィジェットを駆使してデータを分かりやすく伝えられます。はい、独自のロゴやブランドカラーにカスタマイズすることもすぐにできます。ただ単にデータやグラフを表示するだけではございません。ルールエンジンにより様々なシステムと連携することができます。では、ルールエンジンのデモをご覧ください。熱中症アラートが出たときにスラックに通知をする、そんなルールを作ってみます。まず条件設定します。温度が30度以上で、かつ湿度が 65% 以上になったときにアラート出すように設定しました。で、スラックの情報を入力します。で、実際にデータが来て、アラートの状況になったときに、ご覧の通り、スラックにメッセージが届きました。これらすべてノンコーディングで実装します。このように、コネクトプラスは IoT データ活用に必要なさまざまなアプリケーションを提供し、IoT のサービス化をすぐに実現します。SaaS により、IoT アプリケーションをローリスクで実現します。ユーザーは目的に応じたデータソースを準備するだけで大丈夫です。自社や既存の製品とコネクトプラスを組み合わせるだけで、サービス開発や業務改善をすぐに実現します。実際にコネクトプラスでサービス開発をされているユーザー事例をご紹介します。こちらのユーザーは、自社のネットワーク製品と、CO2 のセンサーを組み合わせたソリューションの開発をしております。計測したデータを分かりやすく表現するための UI や、またアラート通知のアプリケーションをコネクトプラスを使って実現しております。ユーザーは開発のリスクを大幅に削減し、自社の強みに集中できます。このようにコネクトプラスを使ってさまざまな IoT サービスが生まれています。先ほどの CO2 換気以外にも施設やオフィスの管理、あとは保育園の熱中症アラートなどがございます。では実際にコロナ対策として CO2 換気サービスを使っておられる店舗の事例をご覧ください。ちょっと音流れます。数値を測るのがこちらの四角い白い機械です。上にポスターがありまして、QR コードがあります。で、この QR コードを皆さんお手持ちのスマートフォンやタブレットなどでカメラでかざすだけで結構です。そうするとウェブサイトにワンクリックで飛べるようになっていまして、そこで数値が出てきます。441ppm。先ほど 1000ppm と言いましたから半分以下ですよね。ですので今はにっこりマーク、良好な状態ということです。これが1000を超えますと自動的に店に連絡が来るような形になっているということですね。はい、このようなシーンでも私たちのサービスが貢献しています。サービスご利用料金でございます。初期費用はゼロ、月額5980円からサービスをご利用いただけます。ダッシュボードの作成数に応じて柔軟にプランをアップグレードしていきます。コネクトプラスを使えば安く早く IoT サービスを開始できます。開発コストは50分の1、開発コースは15分、すぐに IoT のサービス化を実現します。サービス登録者をご紹介しております。センサーメーカーや SI やあとはインフラ、そういった業種業界の方に幅広くお使いいただいております。私たちが狙う IoT アプリケーション世界市場は 7.4 兆円でございます。この IoT アプリケーション市場の攻略に向け、我々はサービスの統合をさらに目指してまいります。コネクトプラスが評価されている使いやすさやデザイン、このあたりを軸に IoT に求められるアプリケーション開発を進めてまいります。以上です。 IoT アプリケーション SaaS のコネクトプラスでした。ご清聴ありがとうございました。今ちょうど酒井さんの例で、今年のコロナの課題となっていた換気であったりとか、密を避けるための施策を、IoT の技術を使ってやるという話がありましたが、今年もう一つ大きなコロナに関するテーマとしては、やはり接触を避ける非接触のビジネスというのが非常に伸びたと思うんですが、その中で実際にですね、今年、すでにまだ日本ではそこまで伸びてないですが、海外で伸び始めたものとしては、例えば非接触なロボットデリバリーとか、あとドローンによるデリバリーとか、こういったところが非常に今注目を浴びてきてるんですが、次のトピックはですね、同じくデバイスとつながるというところで、株式会社ドルビゾーンの増本さんより、今度はですね、ドローンで将来
配達を作る、その配達もそのドローンの道を作る新しい上空シェアリングサービス、ソラシェアの説明をお願いしたいと思います。準備の方はいかがでしょうか？はい、大丈夫です。それではロンチパスタート。私結構逆張りが好きなんですよね。安倍首相の官邸にドローンが墜落した瞬間に、あ、ドローンやろうって思いましたね大学の時なんですけど、1年間休学して世界旅行に行ったんですね。でそこからオリジナリティというのを、いかに追求するかというところが、自分の人生にとって、非常に重要なことなんだなというところに行き着いた。ドローンが空を飛び交う時代に一体何が必要なのかというところを我々ずっと考えてきてですね、行き着いたのが結局これは安心安全の保障なんです。ドローン航行のための空の道を開拓しております、ソラシェアというサービスを展開していますトルビゾンの増本と申します。皆さん、ご存知かもしれませんけど、2022年からですね、市街地でのドローン飛行が可能になるということで、非常に注目されております、免許制度、そして機体の検定制度がですね、国により整備された暁にはそれが可能になると。そしてドローン配送もさまざまな課題を解決されるソリューションとしてですね、注目されているんですけれども、こちらも可能になってきます。物の流れがよりスムーズな世界をですね、実現させるために、こちら我々力を入れておるところでございますが、ただ一方でですね、多数のドローンが飛ぶ時代に何が必要なのかをしっかり考えていく必要があるわけですね。我々、いろいろなですね、実証実験を行ってきました、例えば、配送実験をするときにですね、何か物をスタート地点からゴールまで運ぶと、事業者はもちろんこれ最短ルートを望むわけですけれども、実際に可能なのはですね、こうくねくね曲がった河川、農地、山林といった第三者が立ち入らないような場所をですね、使う必要があるということになります。なぜかというと、空の道直下にですね、非常に大きなリスクがあるからですね。例えば重さ25キロのものがですね、頭の上から突然落ちてくた、物損事故、人身事故もちろん起こりますし、最悪火災にもつながりかねない。そして精神的リスクですね、1台だけならまだしも10台、20台、100台、1000台飛び始めるとですね、プライバシー、騒音、威圧感といった問題も非常に出てくるわけですね。そこでこのドローン配送事業の成立はもちろんなんですけれども、それに加えて空路直下の人々の安心も担保していかないと社会重要性が上がっていかないというところに行き着いたわけです。そこで我々はその問題を解決するためにソラシェアというサービスを、開発しました。土地所有者がソラシェアに土地を登録して、その上空を使用する権利をですね、ドローン事業者に対してお渡しする。そして一部報酬も受け取ると。保険も強制加入しますし、飛行エリアもですね、地権者がある程度決める自由があるといったですね、形のサービスにしております。安心を担保して同意取得をですね、自動化加速していくのが我々のミッションです。ちなみにこちらソラシェアで使っている技術なんですけれども、スカイドメインという技術を使っております。こちらインターネット上のドメインに似てますけれども、まさに空の URL とも呼べるものでですね、空域にこのような文字列をタグ付けして、そこにデータベースを対応してます。その中にこれたくさんあるんですけれども、一番強調したいのが空価というですね、新概念を追加してます。不動産でいうところの地価に対応する空の価値です。またこのスカイドメイン利用イメージ2つご紹介します。まず用途1としては、これ実際の登記ではないんですけれども、空を登記するようなイメージでですね、 Y さん上空は空価いくら、 Z さん上空はそもそも飛ばしてほしくない、そういったところを登録することができる。そして用途2、収益の分配計算。例えば物流でいうとですね、ほんの数秒しか通らない土地がたくさん発生するわけですけれども、そこ通ったところにですね、自動計算、対空時間でこれ計算するんですけれども、まさに空の ETC のような機能をですね、持たした、そういったドメイン、ドメインごとにですね、機能を用意しているようなイメージでございます。それでは実際ソラシェアのですね、登録方法を見ていきましょう。まず所有者の方ですね、これはですね、住所から呼び出して地図がこう出てきます。そこからこう土地種別ですとか土地の境界線を簡単にお手軽に入力することができるようなイメージになっております。そしてインターネットのドメインと同じで早いもん勝ちのスカイドメインを入力して終了。空の道に関して、これドッツロジというんですが、これ2つのスカイドメインを入力してですね、支店と終点を呼び出してドローンポートをですね、このように配置してですね、
ゴールとスタートとゴールですね、そしてその途中の道、こちらに関してもですね、まあ、許可を取ったところをですね、このようにルートを引いていくんですけれども、ルートを作ってそこに道の名前をつける、そしてこれはあのユニバーサルなので、どんな管制システムでも呼び出すことができるというイメージになります。また先ほど出てきました空価の基本単位なんですけれども、3秒間で1円というところをまず一つ定めて、まあ、ここから柔軟にですね変動していくようなイメージになるんですが、例えばラストワンマイルというのをよく言われますけれども、それぐらい計算したところですね、空の道利用料約60円ぐらいになります。でこちらですね、我々は手数料として 30% を取っていくということになりますので、まあ、使われれば使われるほどですね、我々のプラットフォームとしての価値も上がっていきますし、収益性も上がっていくというイメージになります。我々強みですが、一つ目は国内でこちらのビジネスモデル特許も取得しております。そして米国にも今申請中でございます。内閣へも、お話を、通しております。そして、専用保険ですね、損保ジャパンさんと一緒に、保険を、ソラシア専用の保険を作っております。事業の拡大向けていろいろな事業者さんと全国で連携しておりますし、またあのスカイディベロッパーという空の道の獲得の代理店を、組合の皆様と一緒に、制度を設けてます。これはなぜかというとですね、まあ、今あの急拡大しているんですけれども、まあ、高齢者の方はですね、なかなかこの、SaaS を使いこなすことができませんので、そういったところをですね、サポートする代理店の方が必要だということで、組合組織にお願いしています。まあ、このように我々ずっとですね、1年間で、非常にハイスピードで成長しているんですけれども、2019年の災害対策福岡から始めてですね、まあ、現在では佐賀県の多久市というところで、町中全部をソラシアしていこうという動きをですね、まちづくり協議会の皆様と、行っております。空の産業革命において人々の安心安全を保障するプラットフォームとしてソラシアを立ち上げました。空を乱開発していくのではなくですね、持続可能な空の開発に向けてソラシアを展開していきたいと思っております。土地を所有お持ちの方はですね、ぜひソラシア登録していただければと思います。何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんいかがでしょうか。今回ですね、ローンチパッドマッサージの前半はですね、まあ、今回コロナの中で、まあ、特に空間にまつわるテーマというのがいろいろありまして、まあ、その空間にまつわるテーマ6社見ていただいたんですが、それから少しですね、ちょっとギアチェンジしまして、後半は、まあ、よりビジネスに特化した SaaS のテーマでいくつか皆さんに新しいプレゼンを聞いていただきたいと思うんですが、そのトップランナーはですね、株式会社ストーリーの平野さんが、これから説明いただく決裁者、まあ、ここに集まりの経営者の皆さんですね、そういう経営者の皆さんが使えるマッチングサービスSaaSオンリーストーリーのプレゼンです。準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。それではロンチパスタート。まず父親が経営者なんです。でもう一人おじがいるんですけど、そのおじも経営者、もう一人おじがいるんですけど、そのおじも経営者でした。そんな中で、じゃ経営者のニーズとして一番強かったのが営業の部分だったりしたんですね。アイアンのオンリーストーリーみたいな、強くていい会社、強い会社を作りたいんです。強さ軸を Y 軸で、良さ軸を X 軸としたときに、この両方が交わる地点、これが一番最大化されるような会社を作りたいんですよ。もうこれのためにやっていて、もう創業してからというか、もう本当にここ何年かもずっとこれしかやってないんですよ。皆さんこんにちは。 I am only story 平野です。まずはじめにこちらのデータをご覧ください。このデータ、何のデータかというと、日本の経営課題ランキングのデータです。本当にいろいろな経営課題がある中で、一番大きな経営課題、それというのが実は営業なんです。さて、営業といっても非常に問題幅広い中で、僕たちが B2B 企業の営業における非常に大きな課題として目をつけたポイント、それというのが決裁者に会えないという問題です。で、なぜそのような問題が起こっているのでしょうか。通常テレアポやメレアポ等のアウトバウンド型のマーケティングの場合、あくまでアカウント、企業単位をベースとしたマーケティングのケースが非常に多いです。ただこの場合、いくら狙った会社にアプローチができたとしても、その会社の決裁者まで届かないというケースが起きてしまっています。そこで僕たちはアカウント、企業単位をベースとするのではなく、
その先のキーマンをベースとしたマーケティング、その名もキーマンベースとマーケティング KBM という独自のマーケティング手法を作り、そしてそこに特化して研究そして実践をしてきました。そしてその KBM を実践するサービス、それが決算者のマッチング支援サービスオンリーストーリーです。オンリーストーリーはサイト上に無料の会員と有料の会員がそれぞれ存在します。まず無料の会員、実際に自社の決算者情報をサイト上に無料で掲載することができます。例えば決算者の定量的な従業員数等のデータ情報や定性的な記事情報等を掲載することができ、すでに実際に3000人以上の決算者の方に登録いただいている、そんな現状があります。さて有料の会社は何ができるかというと、そんなサイトに直接ログインして決済者を選び、そしてメッセージを送るまでができます。実際のサイトをご覧ください。まず会員企業はサイトに情報を記入し登録、そしてログインをします。ログイン後、実際に2種類の方法で決済者検索ができます。1つ目、ニーズ検索では各社の購買ニーズ一覧の情報から決済者検索ができます。2つ目、ターゲット検索では業種や従業員数、そういった要素から実際に決済者の選択ができます。例えば自社が採用支援の会社の場合でシミュレーションしてみましょう。ニーズ部分で採用部分にチェックを入れ、そして例えば今回では従業員数30名から100名の部分にチェックを入れることで、従業員数30名から100名で採用ニーズのある決済者だけを出すことができます。その後は実際にプロフィールを見て、あ、この決済者いいなと思ったら実際にメッセージの画面に飛んでいき、そこから例えばよく使うテンプレート文章をワンクリックで挿入したり、実際に記事一覧の方から文章を持ってきたりすることができるようになっています。そうして送られたメッセージはその後相手のメールやスラック並びにサイト内のチャット等に届いていき、そこから日程等を書いて返信することでマッチング完了となります。さてこんな話をするとよく聞かれるのが、理論は分かったと、ただ本当にマッチングって生まれてんの？そんなことを聞かれます。生まれてるんです。僕たち相場のサービスに比べて20倍以上のマッチング率を今誇ることができており、この数どんどん増えている状態があります。じゃあ本当に制約成果出てるの？出てます。実際の事例をご覧ください。例えばこの会社さん、私たちのサービスを15ヶ月間使っていただいたところ、決算者商談ベースで174件生まれ、制約が19件、投資金額の6倍以上の売上獲得、こういった事例がどんどん出てきている現状があるのです。じゃあなんでそういうふうに成果出るの？思いますよね。実際のお客さんの声を聞いてみました。決済者商談だから受注率が高い、コロナの状態だからこそオンラインがすごく助かる、相見積もりになりにくい、カスタマーサクセス体制がめちゃめちゃ充実している、そんな声を実際にいただくことができ、このように本当に多種多様な業種規模のお客様に利用いただくことができています。有料会員の数もどんどん伸びてきている現状があるのです。お金の前方としてはサブスク型でお金をいただいており、1社から約20万円ほど月間でいただいています。そのため最新の月間の固定収益 MRR としても今4300万円を月間の固定収益だけで超える、そんな圧倒的な実績をすでに出すことが実際にできており、年間の平均成長率としても倍々以上のペースで成長を今も続けることができているのです。じゃあなんでこうやって成長できているのか、最大の秘訣はモデルにあります。僕たち新しいお客さんを獲得することが既存顧客のマッチング先増加につながるような、そんなモデルです。だからこそ立ち上げは難しく参入障壁が高い、そんな反面一定規模を超えたらネットワーク外部性が効く、そんなモデルなんです。最後に、僕たち今 B2B の集客市場をメインで攻めてますが、ここでは終わりません。僕たちのモデルは KBM です。だからこそ投資先探しや代理店先探し、 M&A 探しなど多様な領域に展開することが可能です。私たちオンリーストーリーは KBM を通して全ての経営課題を解決します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今ですね、経営者が抱えているそのビジネスのマッチング、営業的な視点でのマッチングサービスの
サービスオンリーストーリーを見ていただいたんですが、もう一つ、今回コロナになり経営者が抱える新しい問題としては、まあ、必ずしも今までと同じようにフェイス2フェイス同じ場所でみんなチームが仕事をしなくなった、リモートワークが増えた、あるいはリモートチームが増えた、そういったリモートの仕事の環境の中で、じゃあどうやって、まあ、人の目で見えないところでそれぞれお互いがやっている仕事の内容、業務を見えるようにするのか、その仕事の見える化のテーマとした新しいサービス、カシーの説明を、村田さんからお願いしたいと思います。準備の方はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。それではロンチパスタート。警察官を10年ぐらいやってて、まあ、転職して自分で起業したっていう経緯なんですけど、アッパーを決めてしまうとそれ以上の成長がないっていうふうに思うんですね。周りの可能性っていうのを否定もしないし、そこにハードルも設けない。 QASEE って書くんですね。で、可視、業務可視化するっていう意味と、 QA で答えが分かる、今まで分からなかった答えを、まあ、導き出すっていう、そういった意味があります。まあ、人生の大半ってやっぱ働くことに時間を使うと思うんですよね。それに対して僕たちがこう大きな価値を提供したいなっていうふうに思ってますね。こんにちは、カシー株式会社の村田と申します。これから弊社サービスカシーについてお話をさせていただきます。カシーは企業の PC 内にアプリをインストールするだけで業務状況をすべて可視化し分析、組織の問題点、課題点、ボトルネックを抽出し改善方法まで導くことができるクラウドシステムです。多くの企業ではこれまで業務管理を日報などのアナログな管理方法に頼ってきました。しかしこれではデータの正確性に乏しく、主観や感性に頼る業務マネジメントを実施せざるを得ませんでした。例えばこのように同じ内容の日報でも文章量が多いというだけで仕事頑張ってるなとよく映ってしまったり、工数を事後報告的に入力するツールなどでは1日の作業を全て記憶して記載することはそもそも難しく、帳尻を合わせて記入するなんてことがよくあると思います。これでは日々行われている業務、組織の状態を正確に把握することはできません。カシーはこうしたこれまで完全把握が難しかったPC 上の業務を何も入力することなく自動で全て抽出しデータ化、業務状況だけでなく組織の問題課題まで手に取るように把握することが可能になります。それでは早速デモ画面をお見せします。導入は至ってシンプルです。マスター権限の管理画面から実際にデータを取得する従業員の名前やメールアドレスを登録します。すると従業員のメールアドレス宛てにダウンロードリンクが送られ、それを実行、すぐにデータ取得が開始されます。その後このようにタイムライン形式でキーボードの操作、タイプ量、タップなどを自動で計測しグラフ化します。次に下に並んでいるアプリのアイコンはその都度、計測した、キータイプ、スクロール、タップの量から自動で全て抽出し、このような形でデータ化します。データをもとに分析された結果が全て自動で抽出されます。次に競争優位性です。我々のサービスの強みはデータを取得して可視化させるだけでなく、カシー内で蓄積された膨大な業務データから分析を行い、組織の問題や課題を浮き彫りにし、売上アップや利益拡大にダイレクトに影響を与えることができるということ、未来に向けた取り組みも始めており、近い将来カシーは顧客に合った最適なシステムやサービスを提供できるインフラになれるということです。市場規模です。国内約421万社、世界約2億社のうち PC 等のデバイスを利用する企業がターゲットです。カシーは管理者・マネージャー職のリプレースになり得ます。高額な月額費用と採用コストをかけずとも、50名規模の最もスタンダードなプランで初期費用わずか20万円、月々のランニングコスト9万円で導入が可能です。
実現可能性です。今年に入り全体で150社以上の企業に導入されています。有料会員企業様の中には東証一部上場の企業様や従業員数3000名以上の企業様と急激に申し込みが増えている状況です。また現在はこれら東南アジアの国々からの申し込みも多くなっており、すでに英語版の提供も開始しています。日本のみならず世界規模で場所や時間にとらわれない働き方がますます加速していくと考えます。感覚地でのマネジメントはこれまで以上に難しくなることは容易に想像できます。一人一人の生産性を落とさず、組織の問題や課題を正確に把握し、利益率を上げていくことは今まで以上に求められていくのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。以上、カシーの村田さんのプレゼンでした。で、今村田さんのプレゼンで見せていただいたのが、経営者が抱える一つの問題、リモートでみんな仕事しているときに、じゃあどうやってその仕事内容を早く把握するのか、仕事の見える化を解決した、プレゼンでしたが、次はですね、経営者が抱えるもう一つの問題、要はリモートで、スタッフがアクセスするようになったときに、オフィスであってもそれがリモートであっても、どうやってじゃあセキュアに社内のシステムをうまく利用できるか、そのインフラを提供するもう一つの問題、これを解決する、提案をこれから、安武さんの方からですね、新しい社内情報システムを管理する仕組み、ジュニファイの、プレゼンで教えていただきたいと思います。安武さん、準備はよろしいでしょうか。はい、声が出てません。あ、聞こえますか。はい、大丈夫です。はい、それではローンチパッドスタート。大学への数学っていうマニアックな月刊誌があってですね、あれの問題を作ったり、その回答を書く人だったんですよ。100人の会社で100個近くの SaaS を使うケースが多いですね。新しい人をバンバン雇うのに環境が使いにくくて仕事のパフォーマンスが出なかったんですね。22億件の盗まれた、ゆざめたパスワードとかが数万円で手に入る世界で、これも不健全だなと思うんですよね。無意味なストレスとかそういうものを全部なくして、健全なことに時間使いたいなと。引きこもり系エンジニアのキャラクターなので、80歳になっても90歳になってもそういうふうに携われてるといいなとは思ってますね。こんにちは。スマホを活用し会社と人の関係を新しい形に変化させるジュニファイの安武です。私は前職で世界中に分散して働く会社のシステムとセキュリティを担当していました。そこで新しいオフィスを構築するときにふと気がついたのです。数千名の社員が常に出張していて、ホテルや空港で働いていました。その時にオフィスとの中と外を分けてセキュリティを考えても意味がないと。技術の進化で会社と働く人の関係性のあり方が大きく変わっていることに気づきました。しかしながら情報システムには問題が山積みです。セキュリティを高めると使いにくくなったり、どこでも使える便利な SaaS を使うためには数多くのユーザー名とパスワードを正しく管理せねばなりません。オフィスの外で働くことが常識の今、どこで誰がいつ会社の情報にアクセスしているか、これをしっかり管理できれば安全とは言えません。この問題に対し、業務に必要な SaaS を一箇所に集約し、スマートフォンを鍵にするというアプローチを考えました。パスワードをゼロにしてシンプルで分かりやすく安全な環境を提供します。ジュニファイは SaaS の認証を一つのアプリにまとめます。スマートフォンは常に身近にあるデバイスであり、その人自身を特定するのに最適なものです。移動中も座席についても簡単に使える。そして会社として誰がアクセスしているかを特定でき、セキュリティの課題もクリアする。それがジュニファイのコンセプトです。実際の活用画面です。仕事はいつもアプリからスタートします。仕事を開始するには、まず勤務開始のスイッチをオンにします。オフの場合は会社の情報にアクセスができません。勤務開始のスイッチが会社の情報にアクセスする扉を開きます。移動中に簡易な仕事をこなす場合はモバイルで行えます。アプリの中に業務に必要なものは揃っています。そして勤務の時間や場所は自動的に記録され、会社と共有されます。デスクワークにおいても体験が変わります。ユーザー名とパスワードは使いません。本人を認証する鍵となるスマートフォンのカメラで QR コードを撮影すると自分用のワークスペースが開きます。パソコン上でもパスワードは一切使いません。ただクリックするだけで SaaS が開き、業務が開始できます。自然な流れで作業を開始するので、利用者としてはセキュリティが埋め込まれていることを
気にしません。次に管理者の日常をご覧ください。管理画面では会社で利用している SaaS を一元的に管理することができます。新しい SaaS を利用する場合、リストから選択し登録をします。そして配布する対象のチームや人を指定することで利用者の手元に即時に配布することができます。アカウントの情報を管理者が設定し、最初から最後までパスワードを知らせないということも可能です。アカウントが盗まれるリスクをほぼゼロにすることができます。また、マーケティング用の Twitter のアカウントなど、チームで共有して管理するもの、パスワードを知らせないで必要な人のみに配布することができます。移動や退職に伴うインシデントのリスクを防げます。また、GPS を用いた制御を行うことも可能です。一緒に働いている仲間の位置を確認することもできます。そして、ジオフェンスという地図上の仮想のエリアを作成し、その中に入っているかどうかを判定することも可能です。例えば、重要な顧客情報へのアクセスは、オフィスと自宅からのみに限るという形の制限をかけることも可能になります。具体的なお客様の利用事例です。コロナの影響でリモートワークを突然実施しなければならなくなり、労働時間管理とセキュリティで課題を抱えていらっしゃるケースが多くあります。例えば、子育てで忙しい細切れの時間でも、ちゃんといつ働いているか可視化され、プライベートとビジネスの境目をきっちり作って、健全な環境で働くことが可能になります。新しいオフィスを開設する際にも、物件を探して契約し、ネットワークを作り、セキュリティの設備を作るというお金と時間がかかります。ジュニファイのジオフェンスの機能を使えば、安全な場所を一瞬で決められ、簡易的ながらリモートオフィスをすぐに立ち上げることが可能になります。事業の進捗です。こちらはジュニファイの四半期のアカウント数の推移です。最初は小さく試していただいたお客様のその利便性を感じ、時間とともにアカウント数を増加させていただいています。ビジネスモデルです。利用者に応じて月額料金をいただく形で3つのプランを用意しています。実際にお試しをいただくために30日の無料トライアル期間も提供しています。なぜ今か、世の中のトレンドをご紹介させてください。SaaS の利用数は増加しています。1社あたりの SaaS の利用数は100名未満の小さな企業でも100を超えています。リモートワークもより進化します。7割の CEO がコロナが落ち着いた後でも、オフィスからリモートワークへのトレンドを支持している状況です。しかし、セキュリティはまだ追いついていません。コロナに関連し、サイバー犯罪は急激に増加しています。これはこれから手を打たなければならない重要な分野です。ジュニファイは従来オフィスが持っていた機能をソフトウェアの力で代替し、セキュリティ面でも安全な新しい働き方と会社の形を実現します。私はこれからの未来、会社はより保有しなくなると信じています。オフィスも減り、働く人との関係も終身雇用な重たいものではなく、より軽いものに変わっていくと信じています。働き方は変わり、社会も変わっていく。そういう時代にあるべき社内情報システムを目指していきます。新しい会社と人の関係をジュニファイでした。ありがとうございました。今、ジュニファイというサービスの説明で、社内システムのセキュリティの話があったんですが、もう一つですね、新しい切り口でセキュリティのテーマに移りたいと思います。でそのセキュリティというのが、広告のセキュリティですね。で、今年オンラインがメインになったことでオフライン広告が減った中、実際にオンラインの広告はグローバルで見ても非常に伸びてます。そしてそのオンライン広告にまつわるセキュリティというのが不正広告です。アドフラウドというものなんですが、その不正広告を、激減するアドフラウドの対策ツール、スパイダー AF という、サービスの説明をこれから、大月さんにお願いしたいと思います。会場の方、大月さん、準備の方はいかがでしょうか。はい、大丈夫です。それでは、ロンチパ、スタート。私たちの領域って、お金が儲けっていうのをメインにゴールにしちゃうと、悪いこといくらでもできちゃうんですよね。放射線医療総合研究所みたいなところに出向したんですけど、重粒子線サイドの物理側で、デジタル広告に特化したサイバーセキュリティツールですね。こら今の会社のビジョンは、Building a safer and happier future with automation って言って、あ、日本語で言えって言われてたんだ
喋っ、トラブルがあるので一度僕の方で起きております。まあ、今回ローンチパッドの審査の中でもいろんなドラマがあったのですが、まあ、その最大級のドラマ、まあ、いいポジティブな意味でのドラマなんですけども、実は今回スパイダーラブスの大月さんのドラマでした。まあ、なんと彼女は出産間近にローンチパッドに応募いただき、そして応募審査、そして今日の本番までに無事、ご出産を終わられたという素晴らしいタイミングで、今回ローンチパッドに参加いただきました。多分過去にも前例がないパターンなんですが、まあ、今回同じようにですね、無事にこれからプレゼンの方も、ローンチいただければと思います。それでは大月さん、準備の方は今回はいかがでしょうか。あ、今度は大丈夫そうです。バッチリですか。はい、じゃあお願いします。ローンチパスタート。私たちの領域ってお金が儲けっていうのをメインにゴールにしちゃうと悪いこといくらでもできちゃうんですよね。放射線医療総合研究所みたいなところに出向したんですけど、重粒子線サイドの物理側でデジタル広告に特化したサイバーセキュリティーツールですね。こら今の会社のビジョンは、まあ、Building a Safer and Happier Future with Automation って言って、あ、日本語で言えって言われてたんだ初めまして、スパイダーラブズの大月です。先週末男の子を無事出産しました。スパイダーラブズは東京とリスボンに拠点を置くサイバーセキュリティのスタートアップです。自動化で安全でハッピーな未来をというビジョンのもと、主にデジタル広告の不正を取り締まっています。まずはアドフラウドとは何かというお話です。デジタル広告のビジネスモデルは、広告枠を何回クリックしたかに基づいて、そのオーナーに広告成果のお金が支払われます。これをボットなどを用い不正にクリックを行い広告成果を奪い取る手法、これをアドフラウドと言います。去年1年で世界で 2.3 兆円がアドフラウドの被害に遭いました。これはお金だけの問題ではありません。グラフを見ていただくと、アドフラウドがとても労力やリスクが低く報酬が高いサイバー不正だということが分かります。さらにこういうことをする人たちは反社の人が多く、北米では FBI が実際に動いて検挙事例も出ています。2025年には 5.4 兆円の被害額になるそうです。つまりこのお金が世界中の反社に流れ、我々の生活を脅かすのです。スパイダー F はこのような問題を解決するソリューションです。スパイダー F の使い方をご紹介します。まず設定方法です。こちらのようなタグをサイトに、あなたのサイトに貼ってください。今後スパイダー F がアドフラウドを自動でブロックします。ブロックしたい広告を、広告プラットフォームを選んで連携します。今後スパイダー F があなたの広告を自動でブロックします。例えばこちらで3ステップでも誰でも簡単にスパイダー F を設定することができます。例えば皆さんの広告で、例えば広告が表示され、広告がクリックされます。で、広告がインストールされます。アプリがインストールされます。ところがデータを、こちらのデータを見てみてください。クリックをされていないのにインストールが発生しています。これはおかしいですよね。こちら海外のケースです。こんな映像を見たことありますか。たくさん並んだスマホが勝手に動いています。これはボットが操作し広告をクリックしているのです。またアクセス元の、データを見ているとボットはこのように周期的にアクセスします。これは人間ではないですよね。またアクセス元の端末がこのように日本で売られていないものばかりで、日本で売られている端末はとても高額で大量にこう購入するのは難しいからです。次は会員登録で起こるアドフラウドを見てみましょう。例えば皆さんがアカウントを作る際に入力フォームって長くて時間がかかりませんか。しかし
こちらのデータを見ていただくと、ほとんどすべてのユーザーが10秒以下で入力フォームを登録しています。こんなこと人間にできるでしょうか？スパイダーFは多くのクライアント様に評価していただいております。スマート HR の鈴木様に嬉しい言葉をいただいております。成果としては全体のディスプレイ広告コストのだいたい 6% ぐらいですかね、をスパイダーFを導入したことによって排除することができたかなというふうな結果だったかなと思ってます。お電話したときにダウンロードしたちょっと記憶がございませんっていうお話があったりもしたんですけど、そこに関しても3分の1ぐらいの、なんだろうな、確率にこう落ち着いてきているので、質の部分でも、効果は出てきているかなっていうふうに感じてはいますね。競合との大きな違いは2つです。まず、ここ近年、モバイルアプリマーケットは大きく成長し、そのサポートをすることはとても大事ですが、できている会社はとても少ないです。第2に、決定的に自動化し、人間のオペレーションコストを抑えることで、月額9万円からと気軽に試してもらえる価格にしました。直近1年で MRR、導入者数ともに順調に伸びていることが見ていただけると思います。今年、コロナの影響で4月に1回売上を落としたのですが、早い段階からマーケティング、営業開発のストラテジーを変更し、素早く成長速度を戻すことができました。このような成長のおかげで、今ではデイリーで8000万以上の IP にフラグを立て、50億以上のデータポイントを処理するグローバルでもトップクラスのサービスになりました。ところで、他の不正アクセスも防げませんか？とよく聞かれます。実際、スパイダーFのロジックで防げるものも多いので、来年頭にユーザー不正対策ツールをリリースします。皆様にもアカウントをハッキングされ不正利用されたとか、あとは最近話題の転売だったり GoTo キャンペーンのような報酬ポイント目的のアカウント不正複製みたいなもので困った経験はないでしょうか。そんな時はぜひ我々にお問い合わせください。皆様のビジネスドメインをお守りします。さて、私たちは今年コロナウイルスのため予期せぬ多くの変化がありました。しかし我々はこの環境の中でも MRR を2倍にし、個人的には私は3人目の子供を増やしました。我々はどんな環境でも成長し続けることができるチームです。史上最高のサイバーセキュリティ会社を目指します。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、続きまして、また、このビジネスで使える SaaS のテーマで、進めたいと思うんですが、まあ、今広告の不正を防ぐ新しいサービススパイダーFを聞いていただいたんですが、まあ、今度はですね、その実際に今度はサービスを作る側の視点になった、サービス作る側、使う側のサービスにいくつか、焦点を当ててみたいと思うんですが、まずその第一弾としてですね、実際に今度はサービスを提供側がいかに、デザインを、効率的に作るか、デザインを理解する AI を使い、サービスのフロントエンドの開発を高速化、自動化するツール、オンボーディングというサービスについて森さんから説明を受けたいと思います。森さんの方、準備はよろしいでしょうか？あ、もう少し時間かかるようですね。なので、ちょっとここで僕の方から前振りを増やしますが、今回その森さんがターゲットする分野というのが、今までそもそもデジタルトランスフォーメーションとかあまり興味が持ってなかったような会社、あるいはオフラインしかメインだったような会社もですね、今年コロナの影響で、すごい短い期間のうちに今までやっていたサービスをオンライン化しなきゃいけない、あるいはオンラインサービスをより今の時代にマッチしたものにリニューアルしなきゃいけないという形で、多分今までにないそのビジネスボリュームがサービスの設計というところに来ていると思います。その部分に関してメスを入れて、いかに効率的にサービスの UI、それを AI の力を借りて進化させるか、そこに特化したツールがフロントエンド AI です。それでは森さん、準備の方はよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。それではローンチパート、スタート。エンジニアさんがこうデザインを理解するプロセスって実は20年ぐらい実はアップデートがなくって、
リスティング広告の自動最適化ツールというのを作っておりました。で、それはどうなったかというと、運用人材が、まあ、実は早く帰れるようになったりとか、他の作業ができるようになったというところがあってですね、データで人の働き方って変えられるんだなということに気づけたんですね。まあ、唯一誇れるのはこの課題、あのウェブエンジニアを、幸せにするというビジョンに対して諦めずに続けることができるんじゃないかなと。フロントエンドっていう言葉をド直球でつけているので、2025年にフロントエンド開発を自動化する。ウェブサイト開発の単純作業を削減するミッションを持ったつなぐ .ai の森と申します。皆様よろしくお願いします。私はネットイヤーメンバーズグッドパッチという自宅でウェブサイトを作る会社に13年ほどおりました。その中で感じた課題をお伝えします。若手のエンジニアを何十人と採用し、多くの案件にアサインをしていく中で、3年ほど経った時、エンジニアとしてあんまり成長しないということに気づいたのです。原因は日々の業務に追われてしまい、自己検査の時間が取れていなく、成長角度が低いという構造的な課題がありました。これはウェブ業界全体の課題ではないかと思うようになりまして、業界全体で考えてみると圧倒的な人材不足です。加えて20年変わらない属人的な制作フローがあります。これはデジタルのデザインデータを HTML、CSS などに落とし込むという作業なんですが、そこにはエンジニアさんによるデザインを理解するというアナログな工程が未だに存在します。加えてオフショアの開発も日本が成長しないために優位性が失われてきています。日本のエンジニアの生産性を上げることが急務なのです。そこでフロントエンド AI です。フロントエンド AI はウェブサイトのコーディング作業を自動化します。デモンストレーションをご覧ください。まずはデザイナーが作ったオリジナルのデザインデータに、このように JPEG のデザインカンプとウェブ用に利用する素材画像というものをアップロードします。その後デザインの解析をスタートさせます。たったこれだけです。これだけでまるで人が目で見たかのようにデザインを解析します。右側にはコードの候補というものが表示され、エンジニアが希望の構造となるように初期コーディングを行います。このように直感的に画面を動かすことができるのです。その後ソースコードをダウンロードし、エンジニアの作業環境でコーディングの仕上げを行うという流れになります。これはどういうインパクトなのでしょうか。デザインを理解しコードに落とし込むという4時間の工数が 98% 削減され、10分で完了します。人間の25倍もの生産性なのです。小さな会社でも年400万円の改善となります。すると若手エンジニアの1人分のコストが減ります。なぜこのすごい技術が実現できるか、理由はチームだからと思っています。10年以上のキャリアを持つエンジニアやデザインに強みがあるメンバーと、画像認識に強みがある AI エンジニアでチームを組んでいます。昨年からは人工知能学会元会長の松原教授にも参画いただいており、産学連携のチームを組んでおります。競合優位です。デザイン認識が優れており、なんとテキストの検出精度は 99% 以上です。加えてデザイン会社出身者が作るユーザーインターフェース、何より後工程を熟知しているからこそ分かる作業しやすいコード出力というのが強みになります。今までのコード出力のサービスというのは全く意味のないコードばかりでした。フロントエンド AI ではデザインデータのレイヤー構造をなんと見ずにですね、まるで人が目で見たかのようにデザインを理解します。そのためエンジニアが作業しやすいコードを出力することができるのです。またよく比較されるノーコードツールというのがあります。彼らはあらかじめ用意されたテンプレートからデザインを制作します。結果大企業特有のデザインニーズには応えられず、中小企業や個人向けのサービスにとどまっているというような印象があります。一方、フロントエンド AI では、デザイナーが作った企業のブランドを表現するサイトデザインをコード化します。そのため、ウェブ制作、大手企業のウェブ制作を行う企業から選ばれているんです。何より数字が表しています。あの有名な Wix.com でさえも、世の中のウェブサイトの 1.3% しかないのです。多くは手でコーディングされているというのが、ウェブ制作の現実なのです。去年おととしと募集したベータ版の申し込みは1000名を超え、大手のネット系企業様から多く申し込みをいただきました。有料版も提供し、顧客も順調に増えてきております。実績として広告代理店、制作の皆様、制作会社の皆様からご利用いただいています。ご利用の声をご覧ください。フロントエンド AI を導入して新規のブランディングページの
制作時間を 50% 削減することができております。書き出されるコードちゃんとボタンタグで囲われていたり、意味のあるコードが吐き出されているのですごく助かっております。事業戦略上なくてはならないツールです。私たちは当初は国内でエンジニア向けの業務改善サービスとして展開していき、デザイン分析技術を強化していくことでデザイナーやマーケター、ディレクターも利用できるノーコードサービスへと転換していきます。ビジネスモデルも今のツールとしての提供からデザイン分析技術をコアとして各種エディターや Git 連携、なんとノーコードツールに対する連携まで可能にするデザイン分析技術の提供プラットフォームとして強化していきます。売上計画は5年で80億円規模へと成長してまいります。そして最後にローンチパッドということで新しい機能を紹介します。本日フロントエンド AI がついにレスポンシブ対応を実現しました。なんと1枚の JPEG 間隔から PC、スマートフォン両方に対応できるレイアウトが作成される画期的な機能です。日本初デザインを理解する AI でエンジニアの創造性を高め、日本から世界のウェブ開発を変えるウォンテッドリで人材募集中です。フロントエンド AI でした。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。そして新しいサービスの発表もおめでとうございます。今は森さんのプレゼンで、今加速しつつあるウェブのサービスの設計のニーズを聞いたんですが、実際にですね、今年もう一つ起きている状況がありまして、それはコロナによってリモートが大規模な形で実施されてリモートワークになって、今まであまり使ってなかったのに急にですね、いろんな特に社内向けの機関系のサービスであったりとか、いろんな SaaS 系のサービスを導入して、いきなりそれを社員のチームのみんなに送ったと。でそこで、いきなり新しいツールを使えと言われたけど、もうどうやって使っていいのかわからないというですね、新しい問題が生まれました。それは簡単に言うと、新サービス、社内で導入した新サービスのオンボーディングの問題ですね。で、そのオンボーディングの問題というのもですね、やはりなかなか、たくさん分厚いマニュアルを作って送ったからといってユーザーが見るわけでもないので、そこを実際に簡単にするサービスが必要になってきた。でそこで今回これからご紹介するサービスが、そのオンボーディングを、プロダクトの力を使ってノーコードで実現する新しいサービスなんですが、もう少し露木さん時間必要ですか？準備の方はいかがでしょうか？よろしいですか？それでは、ノーコードで、LTV を最大化するオンボーディングサービス、プレゼンを露木さんからお願いしたいと思います。ローンチパッドスタート。走り高跳び、大学時代のベストは2メートル8センチでしたね。ユーザーのことを一番知ってるのは事業側なんですけど、でもそのプロダクトをいじるのは開発側です。そもそもものづくりの構造に問題がある。やっぱり自社の製品がすごく使いづらくて、ユーザーがトライアルの時点で離れてしまう。SaaS だけじゃなくて、ソフトウェア全体における負だなっていうふうに確信した瞬間があって、客観的にも僕背低い、不利じゃん。ジャイアントキリングじゃんけど、そういうことを実現できたら、もうすごい自分ってかっこいいなって。目指してる世界とかビジョンっていうのは、テクノロジーで愛されるプロダクトです。オンボーディングはプロダクトの体験をノーコードで変革し、サービス事業者の LTV を最大化する SaaS です。そしてゆくゆくはあらゆる企業の SaaS 化、サービス化を支えるハブとなっていきます。早速ですが、皆さん普段業務で使ってらっしゃる管理画面とかを思い浮かべていただいて、すごい使いづらいなっていうふうに感じることありますか？実は 92% ものユーザーはサービスの顧客体験に対して何かしらの不満を抱えており、それが原因となって企業は収益の 20% を損失しているといったデータもあります。僕たちが解決したい課題は、まさにこのユーザーに対して負担を強いるソフトウェアの体験と、それに伴って起きるプロダクトの収益機会の損失です。オンボーディングはこれらの課題を解決し、エンドユーザーとサービス事業者双方をハッピーにします。早速オンボーディングを使っていきましょう。このデモはオンボーディングを導入していただいた SaaS 事業者の視点で描かれています。オンボーディングでは
自社のプロダクトをより簡単に使ってもらうためのガイドを設定していくことができます。このように自社のプロダクトの画面を裏にプレビューしながらガイドを設定していきます。もしあなたにプログラミングの知識がなくても問題ありません。このようにノーコードで直感的にガイドを設定していくことができます。そしてこのガイドをどんな属性のユーザーに対して表示させていきたいか柔軟に設定することができます。例えば初回のログインユーザー、有料契約のユーザー、プロダクトの活用が進んでいないユーザーなどニーズに応じたセグメントを切っていくことができます。そして JavaScript のタグプロダクトに埋めていただくとこのように先ほど設定したガイドをエンドユーザーに対して表示させるといったことができるようになります。ユーザーは表示されたナビゲーションに従ってクリックして進めていくだけで迷わず直感的にプロダクトを使いこなせるようになります。このようにオンボーディングを用いればユーザーが価値を感じるまでの時間とストレスを圧倒的に圧縮できます。そしてユーザーの活用ログは僕たちのサーバーの方に溜まっていきプロダクトの改善に用いられるといったことができます。実際に導入いただいたユーザーの声を聞いてみましょう。この SaaS 事業者ではトライアル期間における初期設定をオンボーディングによって短期化、ユーザーが価値を感じるまでの時間が圧縮され結果 LTV 1.3 倍アップに貢献しました。また別の事業者ではユーザーが自力で問題から解決できるフローをオンボーディングによって提供し大半の問い合わせをゼロにするといったことに成功しました。このようにオンボーディングではサービス購入後のプロダクト体験全体を最適化できます。ビジネスモデルです。僕たちはサービス事業者が提供しているプロダクトの上に乗っかって一緒にエンドユーザーに対して提供されていきます。そして収益のモデルはこのエンドユーザーの数に応じて重量課金を採用しており月々サービス事業者から対価をお支払いいただいています。そして使えば使うほどユーザーの活用ログは僕らのサーバーに蓄積されていきそのデータをもとに担当者は PDC を回していくといったことができます。僕たちがフォーカスするのはまさにこのデータをもとに PDC を高速で回し結果 ROI を最速で実現する仕組みの構築です。なぜこれが重要なんでしょうか。僕たちの潜在的な競合ツールはいろいろできることは多いんですけれども非常に使いこなすことが難しく結果 ROI を達成するまでに多大な時間とコストがかかってしまうといった課題があるからです。キーになるのは改善サイクルの高速化です。オンボーディングは今後の機能強化で優先度の高い改善策をこのようにサジェストしていきガイドを自動生成するといった機能を提供していきます。それによりサイクルの高速化のみならず担当者の属人的なセンスによらない運用で成果を出していくといったことが可能になっていきます。トラクションです。オープンベータ版のリリースから約200件の登録すでにいただいておりその中でも10サービスほど B2B SaaS を中心に有料での導入すでにいただいています。特筆すべき点は B2B SaaS のスタートアップそれから SaaS へシフトしていくエンタープライズの企業そして B2B、B2C 幅広くご利用いただけることが証明できているといった点です。マーケットです。アーリーアダプターである B2B SaaS の市場から参入していき後々 SaaS へシフトしていく事業会社の DX ニーズへ拡大していきます。サブスクリプションの市場は2024年には 1.2 兆円規模に急成長今後あらゆる産業の SaaS 化が加速していきます。今後の展望です。僕たちは外部の SaaS 事業者そしてアライアンスパートナーと一緒にエンドユーザーに対して価値を届けるプラットフォームとなっていきます。これによりより幅広いニーズに応えられるだけでなくエンドユーザーのログが増えれば増えるほどそしてパートナーが増えれば増えるほどより強い価値を発揮するネットワーク効果を作っていきます。このように僕らはあらゆる企業の SaaS シフトを支えるハブとなっていきます。最後になりますが僕たち事業拡大につき一緒にこの創業期から未来を作ってくれる仲間を熱烈に募集しています。ここにある僕の SNS のリンクからもし興味を持っていただけたら DM をいただけると幸いです。オンボーディングご清聴ありがとうございました。ゆきさんありがとうございました。まあ、今見ていただいたのが、まあ、すでにオフィスの現場である新しいサービスの、まあ、オンボーディングの問題を解決するサービスだったんですが次はですねそもそもそんなオンラインサービスがまだないと現場で紙を使っている、まあ、特に、まあ、ブルーカラーの、仕事の場所ではまだオンラインのサービスではなくて紙でやっている業界というのは非常に、大きな問題だと思うんですが、まあ、そのですね紙ベースの、
会社を今後デジタル化する新しいサービス、ノーコードツール、紙なしの説明を諸岡さんからお願いしたいと思います。はい。諸岡さん、準備の方はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、それではロンチパスタート。ペーパーレスをなんか結構みんな舐めてるんですよ。僕も4年間ぐらい食品工場の現場で働いてました。ブルーカラーの現場のオペレーションをこう回していくと、毎日毎日こうペーパーワークやるんですけど、ぶっちゃけその現場仕事って正直面白くなくて、優秀な順番になんか若手が辞めていく。現場だと一番使われてるインターフェースなんですよ、紙が。だそれを代替できる可能性ってものすごくて、実はめちゃくちゃ大きな価値を出せるってことで僕たちは気づいて、ブルーカラーの人たちの働き方を IT の力で変えたいっていう、この IVS からブルーカラーの変革は始まります。こんにちは、神梨の諸岡です。私たちは現場向けのホリゾンタルサースを提供しています。さて、皆さんは令和の現場がどんな状態かご存知でしょうか。まずは神梨を使う前の状態を見てみましょう。この現場では毎日300台を超える機械のチェックを、紙に丸をつけるという方法で行っていました。なんと、このチェックだけで1日200枚の記録が発生。管理者はすべてを目視で確認し、承認を押さなければなりません。その結果、丸をつけるだけのチェックは形骸化し、ミスが多発。管理者はスタッフの指導に追われていました。一方、事務所では紙の情報を Excel に転記し、報告書を作っています。現場情報を可視化するためにはこんな無駄な作業が必要になります。記録し、確認し、可視化して、問題があれば口頭で指導する。このように現場の業務フローはすべて人力で行われています。これが令和の現場の実態なんです。そんな毎日に嫌気がさした現場責任者はついに紙なしの導入を決めました。早速使ってみましょう。紙なしはノーコードツールです。ユーザーはパーツを自由に組み合わせ、オリジナルの現場管理アプリを作成していきます。直感的な操作で IT 部門に頼ることなく、現場のリーダーや係長が自らの手でアプリを作成することができます。さて、機械のチェックアプリができたようです。早速現場で使ってみましょう。もし作業に逸脱があれば、このようにアラートを出し、修正方法を提示。管理者がいなくてもアプリが作業をナビゲートし、ミスを未然に防ぐことができます。もちろん管理サイドのコストも激減します。200枚もあった記録の承認作業もわずか3クリックで完了。またこれまで Excel に転記して行っていたレポートは紙なし上で自動作成することが可能です。その結果、以前は月120件発生していたミスはわずか2件まで減少。書類の確認作業は 97.5% も減らすことができました。料金設定です。アカウント数課金で月額6万円から利用することが可能です。現在のアープは7万円ほどですが、上位プランを設定したことで、来月以降の新規受注では9万円まで上昇しています。続いてトラクションです。有効問い合わせ件数は順調に伸び続け、先月170件を超えました。それに伴い、リリース後わずか5ヶ月で MRR 300万円を突破。中小、中堅、大手企業へバランスよく導入が進んでいます。そして私たちのアプリは、デイリーでのアクティブ率が 90% あります。一度業務に導入いただくと、ほぼ毎日使っていただける。そんな剥がしにくいサービスになっています。紙なしは工場向けの専用ソリューションではありません。ご覧いただいているように、様々なユースケースで利用することが可能です。実際に紙なしは12の業界で契約を獲得しています。例えば、全国規模の飲食チェーンでは店舗の衛生管理、大手物流企業では車両点検、警備会社では従業員に対する業務監査などで活用いただいています。私たちのターゲットは現場を持つ企業150万社です。そこにはまだ誰も手をつけていない IT 未開拓の巨大なマーケットが広がっています。
フューチャープランです。私たちは現場において業務フローの起点である紙を大量に抑え、それらをデータに変えていきます。そこから生まれる2つの構想についてお伝えします。1つ目は会社間を超えた現場情報の共有です。これまでは企業間を超えて現場の情報を共有するのは非常に手間のかかるものでした。一度紙をデータ化しないと情報共有することができなかったんです。私たちはこれを紙なし上で行えるようにします。企業間をまたいだ作業記録の提出や指示出し、作業進捗の管理まで、すべてがクラウド上で完結します。実際にある大手小売のサプライチェーンで紙なしを導入するプロジェクトが具体化しています。すでにサプライヤー側の20工場に導入され、店舗側でも有償契約が決まっています。この現場情報共有モデルは横展開することが可能です。現在複数の大手企業から引き合いをいただいています。2つ目は紙なしのプラットフォーム化です。僕たちのアプリは紙を代替することで業務上必ず使われるマストハブのポジションを抑えることができます。これはデータからも明らかです。誰よりも多い作業者へのタッチポイントを生かし、将来的には様々な業務アプリケーションのハブになりたいと考えています。今後自ら周辺領域のアプリケーションを開発したり、既存プレイヤーとの連携を進めていきたいと考えています。最後に、私は起業前の4年間現場で働き、身をもってその非効率さを体感してきました。そんな自分だからこそ作ることができたこの紙なしというプロダクトで、アナログな現場を必ず変えていきます。ノーコードで現場をデジタル化する紙なしでした。ご清聴どうもありがとう。はい、諸岡さんありがとうございました。今の諸岡さんのプレゼンが、13番目で、次はですね、いよいよ今回、ローンチパッド SaaS 最後のプレゼン大取りなんですが、今紙なしの世界を聞いていただいたんですが、次はですね、紙ありの世界です。何の世界かと言いますと、出版の世界です。これからですね、新しいオンデマンドのサプライチェーンのプラットフォームを出版業界に提供する、紙がある方のサービスですね。この名前は BookStores.jp と言いますが、プレゼンの方は豊川さんからお願いしたいと思います。豊川さん、準備の方はよろしいでしょうか。はい、完璧です。じゃあ完璧な豊川さん、最後に完璧なプレゼンで決めてください。それではローンチパッドスタート。11月9日、徳川慶喜が大政奉還をした日、無血革命ができたっていうことが、まさに今僕たちがやろうとしているオンデマンド革命。ただ、2000年前後に入って、今後システム化ができなかったら御社とは仕事の継続はできません、売上の7割の会社に言われたんです。仕組みっていったものをきちんと学ばなければ生き残れない。僕は本当に本と共にこの46年間生きてきた出版社さんとか、読者の皆さんのおかげで僕の体ができてるんで、恩返しをするのは僕しかいない。皆さんこんにちは、セルンの豊川です。突然ですが質問です。15世紀中頃ヨーロッパで起きた革命は何革命？そうです、印刷革命。ルネッサンス三大発明の一つ、活版印刷。この革新的な技術によって人類の文化、芸術、科学が大きく発展しました。それでは、それから500年の時を経て日本で起きた革命は何革命でしょう？そう、皆さんご存知、出版流通革命です。知らないですね、ほとんどの人は。1953年、日本では独禁法の改定により再版制度が本格的に導入されました。これによって日本独自の出版流通が大きく花開きます。この恩恵によりたくさんの雑誌、書籍が書店に並び、さまざまな文化、流行が生まれました。また世界に比べ圧倒的な安さで、どこでも誰でも簡単に本を買うことができました。でも1996年をピークに、
2019年には1兆2300億と23年間で市場は半減、さらに2025年予想では1兆円割れ、特に雑誌は壊滅的です。このままでは今まで当たり前だった日本の出版文化が音を立てて崩れ去ろうとしています。まだ世界で戦う力があるのに、僕たちブックスターズ .jp はデジタルプリントオンデマンド技術によって出版流通革命を起こし、日本の出版文化を守ります。とは言ってもですね、デジタルオンデマンドサプライチェーンって僕歌ってますけど、わからないですよね。これ何かっていうと、必要な時に必要な分だけ本が売れる、作れる、届けられるっていう仕組みです。これによって出版に関わる全ての人にご利用いただけるサービスがブックスターズ .jp です。ブックスターズ .jp は3つのレイヤーに分かれています。 EC プラットフォームであるフロントエンド、そしてこれを管理ノーコードで誰でも簡単にオンデマンド EC 書店を開設できます。そしてこれを支える出版流通管理ツールバックエンドですね、これは入稿、商品管理、受注、請求まで出版特化型の管理ツールになっています。ではデモをちょっとご覧ください。今回ですね、ローンチパッドに出るということで、ちょっと勝手にローンチパッドSaaS書店を作らせていただきました。もちろん作家はプレゼンターの田中さんです。で、書影と ISBN コード、また商品名、商品説明を入力していただいて、価格、あとは、カテゴリーですね、そういったものを、簡単に入力していただくだけです。で、こちらで一つ特徴的なのは仕様です。この時点で、本の何ページあるか、サイズはいくつか、モノクロかカラーか、こういったものを登録していただくことになります。そして公開していただくと登録完了、もうサイトで販売可能です。ローンチパッド SaaS、次世代の起爆剤、こちら購入して、今決済画面で止まってますけど、この決済に進むというところまで在庫はゼロです。一冊もありません。決済が完了すると同時に本が作られます。そしてこれを実現するのが3つ目のレイヤー、オンデマンドネットワークです。在庫ゼロ出版を可能にするオンデマンドネットワーク、こちらは国内外の印刷会社とつながることで、国内外の印刷会社とつながることで、1冊の受注から1万冊まで、いつでもオンデマンドで作ることができます。これにより、従来の大量製本、大量消費によるストック型原価利主義から脱却し、需要と供給に応じたキャッシュフロー出版、地産地消による輸送コスト、CO2 削減、何より資源の無駄を排除し、地球に優しく、レジリエンスに強い体質を作ることができます。サービス料金です。初期費用及び基本料は無料です。販売手数料も小さな時から大きくなるまで重量課金制で、売上に応じた値引き方式、1冊1ページあたり 1.8円、白黒モノクロなら360円で作れます。もちろん届けることも必要、受注、製本、発送までワンストップ、著作権本なら全国一律180円で発送可能です。現在トラクションとして、出版社さんの皆様にクローズドベータ版お付き合いいただいております。ところで出版業界、皆さんオワコンだと思ってません？とんでもないですよ。2019年コミックが牽引し、電子出版市場は3000億円、2025年には8000億円、紙と電子を合わせると 1.7 兆円の市場になると予測が出ています。その中でリアル書店でも売れるデジタルオンデマンド市場、 B2B、B2C 合わせて約5000億円、僕たちはこの市場を取りに行きます。ブックスワーズ .jp を皮切りに、アカシックレコードの、データの高解像度化を行い、ワンソースマルチユースを実現し、世界中に日本の作品を届けます。ピンチはチャンスだ、物語を持つすべての人へ、セルンでした。本日はどうもありがとうございました。はい、豊川さん、熱いプレゼン、はい、ありがとうございました。ごめんなさい、なんかここに来たら熱が止まりませんでした。
はい、そして、以上で、今回14社すべてのプレゼンテーションが終わりとなります。これから、集計に入るわけですが、皆さんいかがでしょうか。この14社のプレゼン、楽しんでいただけましたでしょうか。まあ、ちょっと一言これから、審査員の声の皆さんをお聞きしたいと思うんですが、まあ、その前に、まあ、ちょっと簡単に今回そのローンチパッド SaaS ができた背景を説明したいと思うんですが、もともとですね、ローンチパッドの回数を増やしてよりとんがった何かに特化できたローンチパッドをやろうといったときに、まあ、いろんなアイデアが出てきた中で、やっぱりもう今年は SaaS だろうということに、内部それから外部の人たちと話してきたときにそういうアイデアが出てきました。でやっぱり今年はまあコロナの年なんですけど、コロナが後押しになってやっぱり SaaS というものがグローバルで、まあ、もちろんアメリカが SaaS の一番の今ホットスポットなんですが、それだけじゃなくてやっぱり日本でもですね、非常に SaaS が伸びてきた。で、まずグローバルな中から考えてみると、今年はですね、SaaS でいきなり3月にはこのまま株価が崩壊するんじゃないかみたいな出来事が起こったんですが、その後にですね、特に SaaS 系の会社が牽引して株価がどんどん伸びてきました。で、その時の一番多分シンボリックだった会社が Zoom ですね。で今回ですね、Zoom とはちょっと違うんですが、同じようなことを目指している会社としてプレゼンターでオフィスがあります。で同じようにですね、今回今年、そのアメリカで伸びてきた SaaS 系の銘柄にはドキュサイン、日本でいう、クラウドサインのような非常に、バーティカルなビジネスに特化したあるいはバーティカルな用途に特化した SaaS が出てきたりですね、セキュリティも大きなテーマで、ジュニファイさんと同じような、方向性があるアイデンティティに特化したオクタであったりとか、あるいは、エンド端末のセキュリティとしてクラウドストライク、このような大型の SaaS 銘柄が、アメリカではどんどん今増えてきています。でやっぱりその中には今日の14社の、プレゼント非常にマッチしたテーマ、あるいは同じようなセグメントに関してソリューションを提供している会社が多いんですが、本当にですね、今年日本でも丸尾さんの話に冒頭ありましたように、去年ぐらいから始まったサンサンフリーのような新しい新興系 SaaS の会社の伸びを図るはじめ、 SaaS の大型エグジットの波が来てるんじゃないかなと思います。そして我々の期待としましては、今回一緒に発表させていただきました14社の会社の中からそのような次世代の日本の SaaS を代表するような企業がベンチャーが生まれてきたらという思いでやっております。実際にですね、それでは、我々の、今回の、プレゼン14社、オフラインの 現場の会場、それからオンラインの、会場で、聞いていただいてます審査員の皆さんにもそれぞれ、コメントをもらいたいと思います。それではまず現場の方から、来たいと思うので、都市の方から、お願いいたします。現場の声を聞かせてください。都市の声が聞こえてません。次の方はまだ審査まだ遅れてないとは思うので、登壇者の皆さんにインタビューしたいと思っております。それではちょっと行ってみましょう、テレスペの荒木さん、いかがだったでしょうか。いや面白かったですね。自分たちのプレゼンはもちろん最初に終わって時間があったので全部見てたんですけども、我々まだ作って10ヶ月の小さな会社なので、もうすでにトラクションたくさん出てるとか海外に拠点あるって見てすごく勉強になりました。まさに今ローンチパッドはさまざまなフェーズの何ですかね、格闘技戦というかもう総合格闘技戦みたいな形だったと思うんですけども、その中でトップバッターで切り込んでいった荒木さん、その昨日おそらくその順番したと思うんですけれども、その昨日の心境はいかがだったでしょうか。また集合時間にちょっと遅れて行ったところ、後から僕何番ですかって聞いて1番ですと言われたので、ちょっと罰ゲームだったんじゃないでしょうかね。企業家ではですね、それは遅刻しがちという、それでは、ありがとうございます。それでは、次の企業家、登壇者の方に行ってみましょう。それでは、スパイダーラブスの大月さん、まさに、審査中というかプレゼンの前にも あったと思うんですけれども、僕たちが審査しているときは本当にお腹がもうぽっこりと貧血の状態で、オフィスもちょっと行かせてもらったんですけれども、皆さん家族と一緒にいらっしゃって家に行ったんかなっていうぐらいの和気あいあいとしたオフィスだったんですけれども、今はもう出産も終えて落ち着いたところでしょうか。はい、なんかだいぶ体も楽になりました。でもなんかやっぱり
3人目は一番可愛いですね。そうですね、まさになんか何ですかね、ここまで感動的というか、この家庭も巻き込む登壇者は僕も初めてだったので、今まで見たのがすごく、ま、別の意味でなんかハラハラドキドキしてました。本当にローンチパッド出れるのかなみたいな。はい、ありがとうございます。まさに家族の、じゃあ皆さんに一言とかありますでしょうか。まりちゃん、りくちゃん、るいちゃん、元気にしてるかな。この後もママ仕事頑張ります。あ、こんな感じでいいですか。違う。いや、大丈夫です。もちろん今も、ライブで見てるかもしれないんですけども、今保育園、失礼しました。じゃあこれアーカイブをぜひ見てください。はい、ありがとうございました。それでは、ラストを飾ったセルンの豊川さん、もう、最後の最後にめちゃめちゃ濃いプレゼンをいただいたんですけれども、なんかいろんなオマージュもあった気がするんですけれども、そのあたりちょっとお聞きいいですか。ソンジャンキーの話、まあ、お子さんの著書ですね。すいません、ちょっといたずらしまして申し訳ないです。これは本当にこの場に立って、で皆さんのプレゼンを聞いて、でこの緊張感と興奮を味わわないと、多分あのプレゼンはできなかったと思います。本当に感謝です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はじゃああれですかね、表参道の銀だこでみんな仲間と食べるみたいな感じですかね。買い占めてやります。ありがとうございます。それでは、審査員の方にも、インタビューしたいと思っております。オフラインの方に、います、アンリさん、はい、この今日の14社いかがだったでしょうか。はい、非常にレベルが高い会社がたくさんあり、まあ、トラクションも多分いよいよ上場準備に入ってるなっていう規模の会社だったので、すごく面白かったです。で、改めて SaaS に絞ってみたときに、それは本当に SaaS でないと解決できませんかと。それはそのあなた方が月額でお金が欲しいからやってませんかって思うような目で見ていくと、まあ、そこで、私は評価を分けさせていただきました。で結局、そのクライアントの企業の経営の基盤になるようなものでない限り SaaS である必要はさほどなくなってくるので、そこがゆくゆくは結局その、基幹システムに近いものになるのか、あなたたちがやるのは基幹システムなんですかっていうのが最終的な問いになっていくと思って、ベンチャーキャピタルという視点からすると、そこじゃないものに投資をする意味があまりささないんですね。なんでそこは、僕も改めて、あ、こういう考えで最終的にこういうところになればこれはクライアントの企業にとって基幹になり得るなみたいな、いやこれはこっちの方向行っちゃったら、まあワンタイムで使うサービスだから、まあそれは1回使ってそれはチャンスするわみたいなものが分かれるなと思って、改めて予告してみることですごく勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは続いて、大和証券の丸尾さんにもお伺いしてもよろしいですか。ちょっと毎度なんですけれども。いかがだったでしょうか。いや、そうですね、確かにSaaSなんですけど、まあ自分の中でやっぱりね、エクイティストーリーをこう立てれて大きく出せるか、そういう、まあ、タムもそうなんですけど、まあ、そういうポイントでちょっと選びました。まあ、ですけど、まあ、やっぱ上場できそうな会社、僕のイメージでは相当ありましたのでね、具体的なコメントはしませんけれど、ちょっとここからはちょっとやっぱりSaaSのプロの隣にちょっと譲りたいと。じゃあそのまま。お、大丈夫ですか。あ、皆さんお疲れ様でした。本当にすごく楽しかったです。私も本当にこのビジネスが SaaS として継続して課金していくことが正しいことなのかとか、そういった視点で少し評価は分けさせていただいてます。あと冒頭に海外から5年10年遅れてるって話ありましたけど、今日出てきたところで言うと結構もう海外と誤してるなと思ってて、我々クラウド会計やってるんですけど、やっぱり7年ぐらい遅れてる、10年ぐらい遅れてるっていう時代だったんですけど、もう今やっぱりかなり追いついてきてるし、なんならフロントランナーとしていけるんじゃないかっていうサービスもすごくたくさんあったんで、本当に日本の未来は明るいんじゃないかというふうに思って聞いていました。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは、オンラインの、田中さんにも、振って、オンラインの方にも取材できればと思っております。田中さん、はい、いかがでしょうか。
はい、じゃあちょっと時間もそれほどないかもしれないですが、ちょっと何名かじゃあ、オンラインの審査員の皆さんからもコメントいただければと思います。まあ、まずはもう何と言ってもこれは前田さんですね。前田さん、はい、はい、ズバリどうでした？どの辺が前田さん的にはちょっともうこれ投資しないと死んじゃうとかドキドキしたところがあったら教えてください。いやでもあの本当にあの SaaS マニアとしてはすごく興奮するようなピッチがすごい多いなと思っていて、で実は僕の投資のテーマの一つとしてやっぱリアルの世界とバーチャルの世界をこう融合させたりとか連結させていくみたいのを一つのこうテーマとして掲げてるんですね。でそのテーマに沿ってる会社結構多かったなと思いましたね。なんで、まあ、オービスだったりとか、まあ、IoT コネクトだったりとか、ソラシェアだったりとか、まあ、その辺が結構テーマに沿ってて、ちょっと興奮しましたね。じゃあ今の3社の皆さん、特にこの後前田さんアタックしてみてください。はい、ぜひご覧ください。はい、じゃあ続きまして、あとオンラインで、何名か聞きたいと思うんですが、じゃあ千葉さん行っちゃいますか。今回ドローン系も1社あったんですけど、千葉さんどうでしょう今回のラインナップ。面白かったです。やっぱり、まあ、普段結構いろんな分野のスタートアップのピッチを一気に聞くことが一般的だと思うんです。今回 SaaS に絞って聞けたのはいいなと。で、あの確かにさっきアニさんもおっしゃってましたけど、本当に月額なのかみたいなところはまあ、もっと熟考していくところはあるものの、やっぱり世の中が DX 化進んでいくのはやっぱ SaaS しかないなってなんか今日聞いてて感化されました。で、僕はですね、ぜひまあ、業務改善とか何かを負を便利にするとかもちろん大切なんですけど、その先に人類の幸せがあるかどうかっていうのを実はずっと考えていて、まあ、それをもし世界中でその SaaS が使われるようになった先には一体人は幸せなんだろうか何なんだろうかってずっと考えてました。まあ、そんな会社には投資したいなと思いました。じゃあ今回幸せ度ナンバーワンだったのはどこですか？やっぱ紙なくすのいいですね。ああ、紙なしが人類の幸せ度今回の中でナンバーワンだった。分かんないんですけどね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、同じく、まあ、実際に SaaS のビジネスをやっている宮田さんからもコメントをいただけますでしょうか。宮田さんいかがでしたか？はい、あ、面白かったです。で、個人的には紙なしさんとジュニファイさんが市場もありそうですし、製品の完成度も高くて面白いなと感じました。私実家が熊本県で建設業やってるんですよね。なので建設系の方とインテリアの SaaS の方も、うん、個人的にめっちゃ応援したいなと思いました。とても面白かったです。ありがとうございます。じゃあ続きましてまだ時間あるようなので、堀さんもコメントいただけますか。スタンタの堀さんいかがでしょうか？あ、すみません、ちょっとお腹になってました。そうですね、はい、はい、私も今回やっぱりなんかサイバーセキュリティの話とかノーコードの話たくさん多く出てきて、非常になんか2020年を象徴してるなっていうので感激しましたけど、はい、個人的には、ジュニファイさんだったりスパイダーラオさんのようなセキュリティ関連だったりとか、まあ、ノーコード系はもう皆さんお会いしたいと思いますけど、つなぐ AI さんとかも非常に聞いててワクワクする。もうそんなことできちゃうのすごいんだなというふうに本当に感心して聞いてて、はい、またこの後、投資検討でお話とかする場が持てれば、いいなと思ってます。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。トナカイさんはセキュリティ系が好きということが分かりましたが、ね、続きましてじゃあ高宮さんコメントいただけますか。いらっしゃいますか？どうもお疲れ様です。はい、どうだったでしょうか？なんか SaaS っていうとやっぱりエンタープライズソリューションパッケージの生まれ変わりみたいなイメージがありがちで、なんかコスト削減とかその付加価値増売上増みたいな方のソリューションみたいな感じのイメージが多かったので、結構なんだろう、 SaaS っていう言葉にやっぱとらわれちゃダメだなと思っていて、その新しいなんかサービスをイネーブルするプラットフォームみたいなのも多かったんで、なんかすごくSaaS っていう今までのエンタープライズソリューションっていうのをこう取っ払った新しい世界を開くっていうのが見えてきたなと思ってまして、なんかズバリお気に入りはどちらですか、高宮？ズバリ言っちゃっていいのかな？言っちゃっていいですよ。はい、
まあちょっとやめときます。やめな。じゃあ後でプライベートで教えてください。はい、実はもうあの個別にはメッセしました。もう手をつけたから。はい。ありがとうございます。じゃあ最後にもう一個だけコメントをもらいたいと思います。じゃあ続きまして、まあ、SaaS の投資というセクターではこれからだと言ってた木村さん、いらっしゃいますか。はい。皆さんありがとうございました。まあ今までの、ローンチパッドを見てきた中でもかなりレベルが高かったんじゃないかなというふうに考えてますけど、まあ、私今そのちょうど昨日グノシの方でもウィーワークに移転しますみたいなリモートワークを推進しているところもあって、まあ、この中でいくつか、リモートワークに使えるものもあるなと思って見てました。そういう中で言うとやっぱりジェニファイさんとか、あと2番目に出てきた、203って言うんですかね、のサービスは、特にやっぱり雑談みたいなコミュニケーションが社内の中で今できない状態になっていて、なかなかコミュニケーションを作るの大変だなと思ってる中で言うと、かなり使いやすそうだなというイメージを持ちましたね。まあ、なのでもちろん SaaS っていうのもあるんですけど、まあ、まあこのオンラインの中での環境の中でどういうふうな解決をしてくれるのかな、まあ、そういう視点でずっと見ていました。今名前が出たような会社はこの後グノシーに営業に行けばいいんですかね。そうですね、ぜひぜひいただくとかなり前向きに検討できるかなと思いました、ね、はい、ありがとうございます。そして今ですね、運営チームから連絡が来まして、ついに上位5社が決定したということなので、これからじゃあ上位5社の発表に移らせていただきたいと思います。会場の方準備はよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。それでは、ローンチパッド上位5社の発表を開始したいと思います。今回ローンチパッド SaaS 第5位は、株式会社アスキャストです。高田さん、おめでとうございます。ご登壇ください。現場の音が出てません。効果音もと含めて現場の音が出てません。アスキャスト高田さん、おめでとうございます。5位です。5位入賞です。今の気分どうですか。いや、結構嬉しいですね。入賞難しいなと思ってたんですけれども、まあ、まさかちょっともらえるとは思ってなかったです。今回他にも非常に、まあ何ですかね、トラクションのある強敵だらけだったと思うんですけれども、その中でのこの第5位というのはいかがでしょうか。はい、そうですね、まさかそのうちと、そうですね、本当数社ぐらいしかトラクション出てない会社とかあったと思うんですけど、まあ、全部なんかトラクションで殴ってきたなって感じがあったのに、まさか、まあ、もらえるとは思えてなかったので、まあ、どういった基準で審査されたのかちょっと気になるところですね。おそらく先ほどの審査員のコメントが多分徐々に紐解けていくんじゃないかと思っております。ぜひ影響とかあればつないでいただくなり、いろいろとこれからの活動に生かしてもらえればと思ってます。おめでとうございます。ありがとうございました。はい、続きまして今回ローンチパッド SaaS 第4位の発表に移りたいと思います。ローンチパッド第4位、大月さんです。おめでとうございます。大月さん、おめでとうございます。完全に仕事モードで油断してましたね今。これはじゃあこちらどうぞ。それでは壇上へ、移動しましょう。おめでとうございます。あ、それでは、スパイダーロブスの、大月さんです。4位おめでとうございます。ありがとうございます。今の気分いかがでしょうか。あ、途中で結構止まっちゃってたので本当になんか嬉しいです。ちょっと夢みたい。まさに今保育園に行っているお子さんたちにも見ていただきたいというものですね。そうですね、まあ、まあ子供たちとですね、見てもらえると後でアーカイブで見せます。すいません、なんか家庭維持ばっかりしちゃって、トラクションめちゃめちゃ出てすごくいいサービスだと思うんですけれども、今後そのサービスについての意気込みとかいかがでしょうか。
そうですね、なんかやっとこうなんかトラクションこうコロナのこう影響とかもうまく乗り越えて伸びてきたので、そうですね、今後はもっとそこを伸ばすことに注力して、で可能であれば来年の夏ぐらいにシリーズ B とかってのを検討できると嬉しいので、もしちょっとこれを見ている投資家の皆さんの中でそういうシリーズ B を検討していただける方がいたら、ぜひこちらまでありますよ今、はい、貼り付けられてない4位としか出てないですね、すいません。そしたらじゃあ何 IVS さんの方に連絡していただけると、 IVS さんから多分私の方に来ます。はい、すべてつなげますので、ぜひあの投資家の方ご連絡ください。おめでとうございます。ありがとうございます、うん、はい、大月さんおめでとうございました。続きまして、今回ローンチパッド SaaS 上位3社の発表に移りたいと思います。ローンチパッド SaaS 第3位、森さんです。おめでとうございますどうぞ壇上の方へご移動ください。あ、ぜひぜひ、表情が見えるように、にこやかな表情が見えるように、マウスカットいただいて、はい、それでは、壇上の方に移動しましょう。おめでとうございます、つなぐ AI の森さんです。第3位おめでとうございます。ありがとうございます。今の、お気持ちいかがでしょうか。そうですね、まあ、何かしら賞は取って帰りたいなと思ってたんで3位大変嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。この、こちら田中さんもいかがでしょうか、入賞のコメントいただければ、助かります。おめでとうございます。まあ、今回、まあ、コロナ系の、まあ、サービスが多い中、まあ、特に、まあ、フロントエンドとか AI の話っていうのは比較的少なかったなと思う中、まあ、今回、それが上位3社に入ったということは、僕はちょっとどっちかというとこのテクノロジーオタクなので、すごい嬉しかったです。で、さっき、確かトナカイさんがですね、御社のサービスに興味があったというみたいなので、ぜひ、トナカイとサンタにもですね、今後の出資案件の話とか、ぜひお願いしてみると、もしかしたらいいクリスマスになるんじゃないかと思いますので、ぜひ、フォローアップの方も頑張ってください。はい。はい、プレゼントお待ちしてます。ありがとうございます。はい。おめでとうございます。はい、そして続きまして、ローンチパッド SaaS 第2位の発表に移ります。第2位、安武さんです。おめでとうございます。ジュニファイの安武さんです。安武さん、今アメリカからだと思いますが、お気持ちいかがでしょうか。はい、いえ、びっくりしてます。正直、意外な形で、はい、ありがとうございます。何かしらのその評価をいただけるというのは嬉しいです。本当にありがとうございます。田中さんからもぜひコメントお願いいたします。はい、安武さん、もちろんアメリカの会社ではありますが、日本の投資家の人たちがじゃんじゃん投資したいといえば、もちろん投資できますよね。はい、もちろんでございます。はい、アメリカの会社ではありますが、はい、日本人が半分以上おりますで今回何人かの、やはり審査員の皆さんからジュニファイというキーワードが出てきたので、まあ、非常に興味が多かったというのもあるので、ぜひですね、まあ、ビジネスもそうなんですが、まあ、ビジネスを今後伸ばすためにうまくこのネットワークを利用して、まあ、次回のラウンドにもつなげていただければと思います。おめでとうございます。安武さん、おめでとうございます。はい。そして、ついにですね、これから、今回、ローンチパッド、SaaS、ローンチパッド X としては、まあ、初回のイベントの、第1位の発表に移りたいと思います。ローンチパッド SaaS 第1位。諸岡さん、おめでとうございます。第1位は神出しでした。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、動画がちょっと映ってないですかね。すいません、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。諸岡さん、今僕は初めて気づいたんですけど、神出しのロゴってヤギだったんですか。これはそうです、紙を食べるヤギですね。
洒落てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ今回ローンチパッド SaaS1 位に入賞した感想意気込みを聞かせていただければと思いますが、コメントお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず感謝を一番伝えたいのが、これを聞いているメンバーです。今日の日のために案件を積んでくれた、ビジネスのみんなと、それからコードを必死に書いてくれた、エンジニアチームとかデザイナーチーム、みんなのおかげで、今日優勝することができました。本当にありがとうございます。と諸岡チームの皆さんおめでとうございます、はい、ありがとうございました。諸岡さんの方のちょっと画面僕の方から固まって見えてるんですけど、皆さんにはちゃんと見えてますでしょうか。まあいい形でフリーズしてます。そうですね、僕からもちょっと固まって見えてるんですけど、はい、ちょっとだけ喋っても大丈夫ですか、このまま。はい、音は聞こえてるので、もう多分このヤギのロゴがみんなの頭に焼き付くんじゃないかと期待してますありがとうございます。僕ら創業してから4年なんですが、最初に作ってた3年間作ってたプロダクトを去年の今ぐらいに捨てて、今日ご紹介したサービスは、去年の12月ぐらいから作り始めて、ここに今日立つことができてます。でその間に本当にいろんな人にお世話になったんですよ。もう鳴かず飛ばずの時代にも、はい、今日ここに審査員として来ている前田博さんとか支えていただいたりしてきたので、本当に自分一人の力じゃ立てなかったなと思うので、もう本当に関わってくれた皆さんに感謝したいと思います。本当にありがとうございました。ここからさらに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごいいいストーリーですね。まあ、1年前にピボット、完全ピボットして、まあ、そこから出てきた新しいサービスで今回優勝したと、まあ、多分エクイティストーリーにもつながると思うんですが、ドラマとしてもですね、非常にいいストーリーだったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、現場の、都市の方に、行ったら今回、オンラインで優勝された方には、優勝の盾はどうなるんでしょうか。僕もその辺の段取りは聞いてないので、ぜひ説明をお願いします。はい、こちらがですね、ハイブリッドの非常に難しいところでして、今僕が一人でこのトロフィーを持っている状態になっております。はい、なので諸岡さん、おそらく東京にいらっしゃるとは思うんですけれども、後日こちらの、トロフィーを、郵送させていただければと思っております。まあ、郵送じゃなくて島川本人が、都市が自分で運んだらどうですか。デリバリーしに行きましょうか。それで、はい、ぜひお待ちしてます。オフィスホームを、壊れやすいものなので、デリバリー中に落とさないように気をつけてください。はい、寒くなってきたんで、よく転んでいるフードデリバリーの業者の方を最近見かけます。はい、それでは、諸岡さん、大変おめでとうございます。うん、ありがとうございました。はい。これで、皆さん、ローンチパッド SaaS すべてのプログラムは終了となりますが、最後にですね、島川の方から締めのコメントがありますので、お聞きいただければと思います。はい、皆さん今回は、ローンチパッド SaaS にご参加いただきありがとうございました。このようにですね、IBS から、ローンチパッドだけを独立させて、開催する、しかも、IBS としてはですね、この東京で開催するっていうのは実は初めてだったんですよね。なので、逆に緊張したというか、やり方ちょっと難しいなというのをめちゃめちゃ感じたんですけれども、まあ、このように、このような状況で、ネットワーキングが難しかったりだとか、今までのビジネスのやり方が難しい時代なんですけれども、まあ、僕たちとして、IBS として、皆さんに、このスタートアップ界の皆さんに、より良いものを提供できるように、今まで受けてきた恩を恩返しできるように、これからもチャレンジを、続けていきたいと思っております。次回はですね、IBS を来年の3月に、開催しようと思っております。ちょっとまだ、まあ、この状況なのでどうなることかまだまだ分からないところなんですけれども、3月末ぐらいに、あるということをちょっと心のどっかに、置いてていただければ、幸いでございます。はい、それでは、本日は、オフラインの会場に集まった皆さん、オンラインの会場に集まった皆さん、本当にありがとうございました。そして、14社の、ピッチをいただいた投資家の、失礼しました、登壇者の皆さん、本当にお疲れ様でした。また、今回審査をいただいた審査員の皆さん、ありがとうございました。
これにて、ローンチパッド SaaS を、終了したいと思います。皆さん本当にありがとうございました。